本日はですね、ちょうど本当に今日発売に なりました推薦者さんから刊行されましたナチスのキッチン刊行記念の食べることから見るファシズムというタイトルで、著者の藤原達先生、山室真一先生に、対談という形でお話をいただこうと思っております。それでは早速ですが、先生方よろしくお願いいたします。今日はお日柄もよくありがとうお運びいただいてありがとうございました。で、私推薦者のこの本の担当をさせていただいた下平尾と申します。今日は本当にありがとうございます。それで一つだけ、私が皆さんこの、今日のメインのお二人の前にお二人の前に一言だけちょっとしゃしゃり出てお詫びを申し上げないといけないのは、本当はこの本もう2週間ぐらい前に刊行する予定で頑張ってやって、仕事してたんですけれども、どうしてもいろいろと作業が遅れてしまって、今日このトークの、まさに今日この、本屋さんに搬入されたという非常に、なんていう手たらくかと自分でも思うんですが、そんなことを、払拭するような素敵な話を今日はお二人がしてくれると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。ではどうぞよろしくお願いします。ただいま紹介に預かりました藤原と申します。このようにですね、今日発売ということですので、皆さんまだ読んでおられない方が多いと思われますので、まず山室さんとお話をする前に、簡単にこの本はこういうことが書いてあるということを、まとめまして、その後山室さんとお話ができればなと思っております。で、紹介なんですけれども、まずお手元にレジュメが B4 で配られていると思いますが、それに沿って簡単にお話しさせていただきたいと思います。この本はですね、台所といって皆さんすごく身近な空間である場所から歴史をもう一回捉え直そうという、で、フィールドは主にドイツなんですけれども、その、台所というものを、思想史として捉えて、思想史の視点からもう一回見てみよう、で、その時にどういう視点を捉えるどういう視点をがあるかと言いますと、一つは労働の場所、主婦女性が基本的に多いんですけど、その労働の空間である。で、そこに出てくるのは今回の一つのテーマであるテイラー主義です、ね、できるだけ労働の無駄を省いて、機能的に体を動かすというそういうものですね、テイラー主義。それから2番目が台所っていうのは実はとてもこうエコロジカルな場所で、食べ物とかですね、生き物が死んだ生き物がのこのこやってきてですね、まな板の上に乗ってそれが刻まれて人間の口に入っていくというすごくこうエコロジカルな場所だということが2つ目の視点になります。で、3つ目の視点は、例えば皆さんまたひょっとしたら体験とかあるかもしれません、かまどによくこうお札が貼ってあったりとかする、台所に、そういう神社のですね、お札が貼ってあったりすることがあるかと思うんですけれども、昔から民族学のテーマとして信仰の場所だったと言われても、これは日本のみならずドイツでも、例えばゲルマン、のその神話あるいはそういう民族信仰なんかでも、そのかまどの火というものが家なり民族の象徴として重視されて、特に家ですけれども、そういうふうな信仰の場所であった。で、しかしながらその信仰というものが、その火への畏怖とかですね、食べ物を食べるということに対する感覚というものが、だんだんこうテイラー主義とか、それ栄養学のビタミン信仰とかと言いますけど、そういうものに変わっていくというふうな、そういう3つの視点で、今回の本を書かせていただきました。なんか喋ってるうちにどんどん喋りたくなってくるんですけど、あんまり喋るとネタバレになってしまって、あそこに積んである本が皆さんこう買うモチベーションが下がってしまうということなので、できるだけ簡単に述べますけれども、で、第1章はですね、台所空間の恒常化ということで、もっぱらここでは建築家の話を書かせていただきました。で、ここではですね、重要な視点は、なんで今皆さんが使っている台所、各家庭に1つある台所が各家庭に1つしかないんだろうかという、非常に当たり前の疑問というか、そういうもの
でこれどうしてかというと、私の田舎の時代の田舎に昔住んでまして、島根県の山奥に住んでた時の体験なんですけど、おじいちゃん、ひいおじいちゃんがですね、あの死んだ時にお葬式に小学校の時出た。そのお葬式の場所、お葬式がやっぱ家であのなされるわけですけれども、その時にまああのすごく昔の古いしきたりでですね、まあ、ここに白いなんていうんでしょう、こう幽霊がこうよくこうヒュードロドロドってつけてるようなそういうのをつけてですね、それで土葬であのおじいちゃんをですね木の箱の中に入れてお花入れて、まあ、お花に入れるってそういうふうにやってた。でそういうふうなお葬式をするときに、私が住んでいたような、まあ、超ど田舎ですとですね、まあ、うちのひじちゃんが死んだとなると近所にバーッと広がるわけです。でその近所の、それ広がった瞬間におじいちゃん、近所のですねお母さんたちがエプロンをしてバーッと押し寄せてきて、台所にツカツカツカッと上がってきて、おにぎりを作ったりお味噌汁を作ったり、もう自分の家が自分の家じゃなくなってくるんです、ね、そうやって人々があのいろいろそのちょいをあの延べに来られるお客さんたちをこうもてなすよ、そういう台所、自分の台所のプライベート空間が崩壊していくような感覚っていうのがあったんですが、そういうふうな、つまり台所っていうものをみんなで共有して使うというふうな、あの実はそういう、まあ、あの試みっていうのがドイツではなされてまして、第一次大戦前に社会主義者のですねアウグスト・ベーベルという人物とリリー・ブラウンという女性が、まあ、あの台所が一家族に1個あるから、その女性が大変苦しむのであって、これをみんなで分担してですね、料理を交代交代にやったり、あるいは、誰かなんていうでしょうね、コックさんを雇ってその人にやらせたら結構女性解放されるんじゃないのっていうことで、そういう社会主義運動がなされています。そういったあの話をしたりですね、それからそれでもやっぱり、その第一次世界大戦後はあの労働なんて言うんでしょうね、第一次世界大戦後にものすごい人々が結婚してですね、住宅不足があの深刻化します。でその時に、まあ、今の日本でよくある公団みたいなものがあの立つようになるんですが、そこで作られたキッチンっていうのが非常に狭い空間にできるだけ主婦が無駄な動きをしないようにこう設計されたシステムキッチン。でこの、名前をですねフランクフルトキッチンというふうに言うんですが、そのフランクフルトキッチンというあのものすごくこう壁にいっぱいこうなんていうんでしょうね、引き出しがついてて、その引き出しに砂糖が入ってたり塩が入ってたりして、その引き出しを引くとそのまんまこのパパッとこうフライパンの上でかけられたりするっていう、とても合理的なそういうふうなキッチンがあの作られていたというふうな話をさせていただいて、で基本的にそういうふうな合理キッチンというのはナチ時代もほとんど変わることがなかったというふうなと書かせていただいて、じゃ あ, あの建築としては分かったけど、じゃあ道具はどうだったのかと言いますと、第2章でその道具というのも特に、ですね、あのベルリンで作られた消費者センターなんとかですね、それから家事マニュアルとか企業の広告なんかを参考にして、その調理道具が機械化されていくというようなお話をさせていただきました。例えばあの肉を引く機械なんかがモーター化されていったりとか、それから、まあ、ナチ時代になると後で言いますけれども、冷蔵庫が次第にあの出てくるように、当時アメリカは大冷蔵庫大国だったんですが、当時はあのそれほどでもなかったんですけれども、まあ、そういう形で、だんだん機械化されていって、そこで重要なのが、まあ、今まさに今日本で問題になっている電気で、1920年代になりますとドイツはかなりの部分が自治体、中心で電気が普及していきます。でその、まあメッカといいますか、その中心になったのが、今 EU の金融の中心であるフランクフルトという都市で、その電化された都市フランクフルトという都市で、キッチンが、そのフランクフルトキッチンというものがあの普及していくという、今私たちがよく知っているシステムキッチンというものができていくということになります。で第3章になりますと、今度はじゃあ道具と空間は分かったけど、じゃあ地というか台所の、まあ、学地といいますか、そういったものはどうだったのかと言いますと、化成学という、まあ、皆さんもよくご存知の学問が重視されている。でこれをあの雑誌での化成年報という、まあ、学術雑誌ですが、それを見ながら考えてみました。で、ここではですね、あの1920年代からあのドイツでは化成学というのがあの次第にあの人々に知られるようになっていって、でまだ少なかったんですけれども、あのそれなりに大学にもあのそういう化成学をやっている、化
火星やっている研究者が増えていきます。ただ大学に火星学の専門のこう講座というか、あのそういう専門の講座ですねができるのはナチ時代になってから、つまりナチ時代すごく火星学を重視したということが分かりますが、でここでその火星学はその1928年から44年バイマール時代の中頃からナチ時代までどういうふうなことを言ってたかというと、基本的には1章2章で述べてきたようなテイラー主義とそれから栄養学という2つの問題を基軸に議論を展開していく、まあ、アメリカではあの当時もすでに火星学というのはかなり進んでいて、しかも台所に労働の無駄を排除するという火星学あのテイラー主義の考え方が普及していました。まあ、アメリカを一つの参照軸としてどんどんと火星学がアメリカのテイラー主義の地位とか、まあ、栄養学ですね、ビタミン、とりわけビタミンが重要になってくるんですけれども、食べ物を食べるときに肉ばっかり食べてるんじゃなくて野菜を食べることによってこうビタミンを補給しましょう、そういうふうな議論が頻繁に展開されています。続きまして第4章なんですけれども、ここではまあ、歴史学の資料としてはなかなか使われることがなかったんですけど、レシピを資料として使わせていただきました。で、まあ、レシピっていうのをどうやって集めたかっていうと、もちろんドイツの資料館とかですね、ドイツの図書館にはレシピってほとんど置いてないですね。でだからどうやってるかっていうと古本屋をひたすら回っていく。で古本屋を回っていくとですね、基本的にドイツには日本にもいると思いますけど、料理本オタクっていう人が必ずいるんですね。必ずっていうか、まあいるんですね。でそういう人たちのためにコッホブフっていう料理本コーナーの本棚がドイツには立派な古本屋に行くと置いてあります。でそこに行きますとものすごいこういっぱいあって、私が見せられてびっくりしたのはゲーテのおばあさんの料理本っていうのが一回ライプツヒでつけて、すごい高いお金だったので買えませんでしたけど、まあ、そういうふうなものを含めてですね、図書館じゃなくてそういう古本屋で集めて、レシピのこうでかかどういうふうなメニューが書かれているかっていうもののこうですね、数をメニューを数えていく、どういう食材が使われているか、どういうメニューが出ているかっていうのを数えてですね、それを最後のこの本の最後の方で表にさせていただいて、あります。で一つだけ言えばここで重視されていくのが菜食ですね、野菜を食べるということになります。でとりわけ重要なのがですね、一番第4章下の一番下に書いてあるところなんですが、トーマス・マンという有名なドイツの作家がおりまして、彼がスイスのですね、サナトリウムに一回非常に彼は胃腸が悪かったんですが、に行って、でそこでごちそうになったミュースリーという、まあ、なんて言うんでしょう、コーンフレークみたいな大麦を乾かしたのを潰してですね、それを牛乳かけて食べるという、そういうものですけれども、そのまさにこう、肉を取らないで、胃に優しいビタミンをしっかり取る。でビタミンというのは熱を加えるとかなり落ちてしまうので、熱を加えないで食べましょうという、そういうふうなレシピが出てきたりします。でしかもそういう菜食のレシピっていうのはナチ時代になっていくとやはり増えていきます。肉を食べるということはその分ドイツの国内 の家畜の餌の飼料をいっぱい育てなきゃいけなくなってくるので、その分人間が食べる、麦を育てる土地がなくなってしまう。だから肉食ではなくて菜食、あるいは麦パンを食べるという方向へ、ナチスは持っていくことになるんですが、それがまさにレシピの思想の中に出てくるということが分かってきます。まだ面白いこといっぱいあるんですけれども、とりあえずこれぐらいにさせていただいて、で第5章ですが、まあ、ここで予約タイトルにあるナチスっていうのを全面的に、展開してお話ししました。で、まあ、例えば、まあ、ここでのモチーフっていうのは、ナチスって基本的には男性中心主義の非常にマッチョな組織で、女性というのは第二の性で男性というのは第一の性だということを言ってますけれども、その非常にマッチョな組織政治体制だったナチス時代に、じゃあ主婦は一体どうだったのか。実はナチス再生というのは女性によって支えられていたんですけれども、その女性によっても支えられていたんですが、その主婦が台所を通じてどのように導入されたのかという話をここで書かせていただきました。で、まあ、いろいろあるんですけれども、一つはアイントップといって、
人鍋料理という、なんて言ったらいいんでしょうね、まあ、あの日本語で言うと雑炊料理っていうんですか、鍋にもう 冷蔵庫の余り物を入れてぐつぐつやって食べるっていう、まあ、じゃがいもとかソーセージとか何でも、僕たちもドイツに行った時に結構お世話になった料理で、とてもあの美味しい料理ですけど、ドロドロしてるんですけれども、そのアイントップで非常に安いので、それを ある決まった日の時にヒトラーも食べるから皆さんも一緒に食べましょう、そういう運動をします。でこれがアイントップの日曜日運動といって、これ大々的になされます。でこれがなぜなされるかって言ったら、先ほど言った菜食の問題と、あの野菜を食べましょうというものの話と、でもう一つがそのなんでしょう、かあの節約したお金でそれを募金をしてですね、募金をして失業者とか、当時600万人の失業者がドイツでは出てましたけれども、失業者を救済したりお母さんの保護をしたりとか、そういう福祉政策として、募金を集めるという運動を、まあ、この職を通じて女性を動員していくというふうな、そういうふうなあの試みがなされていたという話をさせていただきました。で、まあ、そのような形でですね、キッチン、台所という空間からいろいろなその問題とか、なんていうんでしょうね、その思想とか、紡ぎ出せるというふうに私はあのこの今回本を読みながら思ったんですけれども、その非常に身近にある私たちにとって普段いつも目にしているようなものと、それからナチズムという私たちから非常はるかに遠くにあるように思われる現象というのが、こういう台所の歴史を通じて見ていくことで、なんとなく実はそんなに遠くないところにある、あるいは陸続きにあるんじゃないかというふうな思いをいただきました。で、あまり時間がないのであの展開はできませんけれども、あの山本さんとのお話の中で、あのいろいろな論点を出していければというふうに思っています。簡単に感想を。はい、どうもありがとうございます。私山室と申します。本当はもっとですね、ふさわしい方がいるのはずなんですけれども、私が来たのはいくつか理由がありますけれども、一つはこの後書きをご覧になって分かりますけれども、空間の最新という版をですね、自分の科学研究所でやっておりまして、その後に今第一世界大戦やってるんですね。で、藤原さんの本は実はその空間の最新からの、やっぱ最新というのは再び審査するというんですけれども、つまりこれまでですね、日本ならず、まあ、要するに世界のですね、19世紀以降の人文社会科学というものが、まあ、時間軸だけをやってきたのに対して空間というものをどう捉えるべきなのかということをやろうということでやりまして、でその後も今第二次大戦やってるんですけども、でこの本のですね、まあ、藤原さんがお書きになる前には、カブラの冬というこれ人文書院から大変素晴らしい本ですけども、そういうものも書かれたこともありまして、まあこうやってまいりました。人文科学研究所と言っても、まあ、お分かりになるかもしれませんけれども、今西欽治さんとかですね、桑原武雄さんなんかいらっしゃいまして、その当時はですね、人文科学研究所というのはですね、まあ、例えば 今西欽治さんというのは自然学を提唱した人ですけれども、まあ、いろいろな探検なんかも行くわけで、つまりその非常に団結が強いわけですね。ですからその団結は鉄より固く、しかし非常に研究の場ではですね、非常にこうお互いでやり合って、あんまりこう個人的に親しくないというか喧嘩ばかりしているところなんで、団結は鉄より固く、人情は紙より薄いって言われるところなんですけども私どもの班はですね、人情は豆腐より脆いんで、団結は豆腐より脆いんですけども、まあ、人情は紙より紙1枚程度厚いだろうということを示すために私がやってきたわけですでそれとですね、またもう一つは私は実はこの本をですね、ナチのキッチンというタイトルで最初に言った時に、じゃあこれに対して、まあ、大政翼賛会の台所とかなんか考えるのかなと思っていろいろ考えたんですけども、ちょっとしょうもないですね、大政翼賛会という台所では。まあ、それもありまして、今日はですね、できるだけ、まあ、少し話を広げて、まあ、これ実は藤田さんの本の、まあ、テーマでもあるんですけども、ナチスというものが決してナチスというドイツのあの時代の戦艦機だけの特徴ではなかったんだ、非常に広い世界的な視野の中で生まれたものだということを実は本に書いてます。実はですね、今日一番困っているのは、今日本が出たばかりなので私が一番面白いですよって言ってしまったら本が売れなくなってしまうわけですね。ですから面白いところを全部避けながら喋りますから、私が喋ったところ以外が絶対面白いなというふうに思っているので、でそういうような話をしたいと。で私はですね、空間最新版で、まあ
藤田さんは台所本にいらっしゃいまして、私はあのこの本にも出てきますけども、ラッツェルという人のレーベスラームということ その生存空間ですね。でそれが次第にですね、このチェーレンとかハウスオファーなんかによってその帝国を作っていくような実は地理学に使われていくわけですけども、藤原さんはむしろもっと日常的に空間を考え直すという方向で、まあ、この本を書かれたということで大変に面白く思っています。で、まあ、話をですね、どんどん広げていってもしょうがないんですけども、まずあのなんかこの案内にはですね、その同じ時期の日本がどうであったかということを調べるということになっているんですが、私はまあその時期のことを実はあまり今日は喋ってもしょうがないなと思っているんです。というのは、実はこの上の体験から来るこの梨の台所というものですね、体験が実は日本に比較した時どこかといえば、実は第二次大戦ですね。第二次大戦では非常に、まあ、そのドイツは飢えという経験をする。この飢餓という体験、76万人死ぬわけですけども、この飢餓の体験というものがなんかどんなに強かったのかということをですね、まあ、この藤原さんは、まあ、前のカブラの冬、そして、まあ、この本の中で書かれているわけでありまして、そう あたかもですね、その簡単にナチスにみんなが行ってしまったように思われるところの背景の中に、食という非常に日常的な、つまり三度行われているものが日常的に繰り返される中でどういうふうに起こってきたのかということになるわけですよね。で、まあ、その話を実は後で続けていきたいんですが、そのせっかくその案内には実は本を読む前にお話が出てましたので、私はあんまりその考えてなかったんですけども、そのつまり大戦後のですね、日本の食状況というのはどういうことかというとですね、大体その当時は日本では三大洋食ですね、これ実は明治時代からそうなんですけども、コロッケとカレーライスとそれから、まあ、カツレツですね。でこれがまあ実は日本の三大洋食と言われたわけですね。これも実は明治時代のレシピなんか読んでると出てくるんですけども、これが非常に、まあ、ある意味で言うとかわいそうな話なんですけども、少なく肉を使って多く見せる料理ですね、みんな。つまりコロッケにしろ、とんかつにしろ、周りを一生懸命こう広げる、カレーライスだって肉はちょこっと入ってるんだけどいっぱいあるように見せるという、まあ、それで肉食化というのが洋食だって言ったわけですね。それで大衆人はオムレツなんですけども、まあ、そういうふうな、それでご覧のようにそのコロッケの歌なんかも入るわけですね。で今日もコロッケ、明日もコロッケ、これじゃ毎日毎日コロッケコロッケという歌がありますけども、僕ら子供の頃よく聞いてて、コロッケっても安いからあの歌が流行ったと思ったら逆なんですね。実は大正時代はですね、ビフテキの方がはるかに安いんですね。ビフテキ15銭ぐらいだとコロッケ25銭ぐらいするんですよ。つまりコロッケの方が高い料理だったんですね。私先年オランダに行ってロケットっていうのを食べました。これがコロッケの鮮度かと思って涙が出ましたけども、僕らの子供の頃は非常に安かったんですけども、大正時代は非常に高いだと思ったんですね。でまあ、そういう洋食というものの憧れがあって、で大戦と日本食の関係で言いますと、もちろんですね、そのユーハイムのバンブフェンが入ってきたりですね、それからローマイヤーのソーセージが入ってきたり、それからリベロムのパンができたりする、それからこれもご存じだと思うんですけども、敷島パンですね。敷島パンというのがドイツの捕虜から、まあ、パンを習って、まあ、そこでパンを製造するという形ですね。つまり非常に変な形ですけども、ドイツのいわばその捕虜を通じてドイツの食生活が入ってきたのが実は第一次大戦後、むしろ逆に言うとですね、日本にとってはその大戦後の食生活というのはドイツのおかげによって、しかもそういうその粉とか小麦粉とか肉を使うことによって実は非常に広がっていった時代であったというわけですね。そうなるとそれとですね、そのドイツの飢餓体験というのをなかなかそう比較するのもなかなか難しいということになってしまうわけでありますけども、でそういうことを考えるとですね、じゃあ飢餓の方の問題がどうかという話になってくるんですね。その話しますか。そうですね、はい、僕が喋った方がいいかしら。そうですね、ちょっと私、はい、飢餓の話が出ましたんで、飢餓の話を少しさせていただきたいと思うんですが、この前に書いた本が人文書院から出た、先ほど紹介にあったカブラの冬という本なんです。これはドイツで第一次世界大戦の時に76万人の餓死者が出た第一次大戦。これなぜかというと、イギリスが海上封鎖をして輸入食料、輸入飼料ですね、牛の餌、豚の餌というものを完全にストップしちゃった。それでドイツが飢えて、特に飢えたのは男性じゃなくて女性と子供だったんですが、その飢えの体験っていうものが、食料自給自足を訴えるナチズムへとつながっていくという、まあ、そういう話をさせていただいたんです。でちなみにこの、
それはしかしながらナチズムだけにつながっていくのではなくて、先ほど申しました、シュッテ・リゴツキーさんといってフランクフルトキッチンをですね、設計した女性、彼女はやはり彼女はウィーンの出身なんですが、ウィーンというのは当時、オーストリー・ハンガリー帝国、つまりハプスブルク帝国の首都だったんですけれども、そのウィーンというのをドイツと一緒に戦って負けましたので、非常に飢えに苦しんでいた。これは当時ウィーンにいたフロイトなんかも日記なんかに書いているそうですけれども、その体験をやっぱりこのシュテ・リホツキーさんは自分の自伝の中に書いてるんですね。で、子供をですね、ウィーンの子供をが非常に飢えているので、どこでしたっけ、オランダかな、オランダの方へ汽車に乗って連れていくと。で、3日ぐらいかかるんだけど、その3日間の間にその子供たちに3日分頼るご飯持ってきてくださいということをリホツキーさんが言うとですね、で、子供たちはせいぜいリンゴ1個だったというぐらい、ウィーンってのものすごく飢えていた。その中でリホツキーさんが建築の勉強をしてシステムキッチンを作っていくときに、できるだけそのなんて言うんでしょうね、いろんなものがキッチンからパッパッとすぐ取り出せるような、そういうふうなキッチンをけん設計していく背景がですね、何かこういうウィーン時代のそういう上の体験っていうのがあったんじゃないかということを私はこの本で書かせていただいたんですけれども、例えば日本だとこう上の体験っていうのをすごくこう、第二次世界大戦の時が非常に厳しかったと思うので、それがどのようにこう戦後の日本に影響を及ぼしているかというのをいかがでしょうか。私実は、キメラ満州国の肖像という本を書きましてですね、それ以後実は書こうと思ったのは満州国の戦後なんですね。つまりそこで国が滅びた後に一体人々がどう生きたかという話の中で、当然そこではですね、中国に残った残留の老人、個人、子供を含めてですね、非常に飢餓体験もありましたし、それからご存じようにシベリアですね、シベリア抑留があって、この本の中に出てきますけども、ライ麦パンですね、つまり黒パン、ロシアパンですけども、それをですね、その1ミリもこう違わないようにこう切って分ける、それで殺し合いまでするっていうのはですね、そういうようなことを、ずっと資料を20年以上集めてるんですけど、なかなか書けないんですね。つまりそういう自分でその飢餓体験がないもんですから、そういうものをですね、こう本当にこう表せるかどうかっていうのをずっと悩んでて、で、そういう中で藤田さんとも実は一緒にやりました60年代の研究っていうのをやった中で、僕実は報告したと思うんですけども、中内勲という大英のですね、彼のことをずっと調べたことがあります。で、このように彼は非常にある種その日本で安売りですが不正ものをやっていたわけですけど、彼が実はああいうふうにやっていた原体験はやっぱり飢餓体験なんですね。で、彼は村東のリエンガというところで実は飢餓体験をするわけですけども、あそこは消耗率 85%、 つまり100人のうち85人は全部飢餓で死ぬんですね。で、そういうようなところにいてですね、中内さんがどういう体験をしたかというと、結局とにかく彼は突っ込んでいくんですけども、これ食事の前の人にちょっとごめんなさい、言っちゃいけないことかもしれませんが、要するに爆弾を受けるわけですね。そしてわーっと火傷したりするわけですけども、その時彼はですね、天皇陛下万歳とも言わなければお母さんとも言わないですね。で、薄れていく記憶の中で何を思ったかというと、ああすき焼きが食べたいと思ったんですね。つまりそういうその死ぬ前でも何かこう飢餓っていうものはですね、その肉の焦げる匂いがすき焼きに思えるというのが一つあるっていうようなことがあったんですね。それが同時に先ほど言った 85% ぐらいが飢餓で死んでいくわけですから、彼は毎日毎日怯えてしょうがないですね。つまりいつ彼が隣にいる兵士が自分を殺して食べるかわからないという恐怖感ですね。で、彼の一生を通じているある徹底的な人間不信ですね。つまり自分以外は信じられないというのはそこから来るわけですけども、3番目にですね、実は彼のもう一つ重要な体験は、そのある日偵察に行ってですね、もちろんもうアメリカ軍がこう来てやってるわけですけども、何してるかというとですね、飛行機のガソリンを抜いてですね、それで発動機を起こしてアイスクリームを食べてるんですね。で、そのご存じのようにガソリンの一滴、キャッチの一滴という本、言葉がありますけども、これ日本が作ったんじゃないですかね。これは私の宣伝で言いますけど、人文書院の複合戦争という本の中で私書いておりますけども、実はクレマンソーという人がですね、クレマンソーというフランスの大統領がウィルソンに当ててですね、
ガソリンの一滴血の一滴だからくださいということを今言ったわけですね。その言葉が日本でまたそういうふうに使われたわけですけども、で、そんな風にして自分たちはやってきているのに、彼らはですね、暑いからといってガソリンをふんだんに使ってアイスクリームを食べていると。こんな理不尽な戦争があるか、この戦争はもう負けだというのを思ったんですね。でそれで帰ってきて、まあ、彼はですね、そのやっぱその物量、つまり日本軍のロジスティックというものが非常に実は補給ですね、兵站補給というのが悪かったことが実はああいうと戦争を生んだんだ、悲劇を生んだんだ、だから自分はこういうそういうものになるようなものを作りたい、そのためにはどうすればいいかというとですね、そのいわゆるその製造業者がいわば支配しているような流通システムではなくて、その食べる、つまり消費者の側が実は支配価格を設定するようなことをやるべきだということをやるわけですね。で、あのどのようにその、まあ、これも実はもう時代が過ぎたなと思うんですけども、ご存じのようにもうパナソニックがですね、まあ、あの本社を昨日も半分するようになるわけですけども、あの当時はもうパナソニックが全盛の時代ですよね。でパナソニックは全部値段を決めて、はい、販売するんですね。でそれに対して彼はその反抗してそういう安売りをするというんですね。でこれも実は非常によく覚えてるんですけども、私当時1970年の12月に東京にいましたけども、でその時何があったかというと、実は三島由紀夫が一夜あのベランダで、こんな風にですね、精神が破壊した日本でいいのかということを、まあ、喋ってる、まあ、それはテレビで見ても実は何も聞こえないんですけども、でそのテレビ番組の後に何があったかというとですね、実は赤羽の大英でですね、その抽選をしてですね、5万円台のカラーテレビを売ったんですね。でそこにみんな並んでてガラガラ回してですね、その買えるようにしてるんですね。でそういうような時代があった70年代ですけども、でまず話は別として、でじゃあそういうふうに中吉さんは何を考えたかというとね、そうして結局ご存じのように57年、ちょうどこれはまあもはや戦後が終わったと言われてから2、3年経った時代ですけども、大英主婦の店大英薬局1号店というのを、まあ、大阪に作ったんですね。でこれも実は、まあ、ある意味で言うと今日今度の藤原さんの本の中の、まあ、味噌になっている主婦という概念なんですけども、まあ言っちゃ悪いけども、大阪のおばちゃんがいっぱい今のところに主婦の店なんて言ってもあんまり誰もピンとこないはずだったんですけども、そういうふうな概念を植えることによってですね、自分たちが賢い消費者だってことをいわば考えるべきだってことを考えたんですね。で、彼は消費革命と。まあ、ちょうどあの時期はラフネーダーなんかも出ておりまして、消費者の方が非常に強くなる時期だったんですけども、そういうようなやば活動をする中で、安売り哲学をやってですね、まあ、彼の本の中ってあのタイトルが安売り哲学って言うんですけども、彼が目指したことは腹いっぱい好きなものを自由に食べる社会を作りたいと思ったんですね。そのために大英をどん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 拡張していく。でしかしもう無理なことは分かってるけどやらざるを得ないんですね。そして住民運動の反対が起こるんですけども、その住民運動が反対が起こった時にですね、結局、まあ、あるインタビュアーが言った時にですね、住民運動がたくさんあんなにいるんだと、あんなに反対してるんですけどあれに勝てますかって言ったら勝てるって言ったんですね。住民運動は多数だけども、私の方は一人だったわけですね。住民運動はそのうちバラバラにばらけていくと。一人だったらずれないんですね。で、この言葉をですね、彼は衆議独裁、つまり大英における衆議独裁ですね。いろんなこと、衆議ですね、衆議院の衆議ですね。衆議独裁なんです。で、これをですね、集めてきて、実は、まあ、いろんな意見を聞くけども、決定するのは自分一人だと。自分一人だったら絶対に、まあ、その割れないとですね。私大衆運動は必ず割れるというふうに彼は考えた。でその言葉なんですけども、その衆議独裁という言葉のそのですね、その独を党、あの統立、統合の党ですね、あるいは、まあ、統一の党で衆議統裁という言葉に変えると、これ何かというとヒトラーなんですね。ヒトラーの概念は衆議統裁なんです。そしてその衆議ヒトラーの概念を満州国の共和会も使って、そして同時にまた今度はそれが今度は日本に入ってきて、大政翼賛会も実は衆議と統裁だったんですね。つまりいろんな話は聞くけども、結局最終的に自分一人で決めるんだと、それなかったら話は進まないんだっていう話に今なっていくということなんですね。で、まあ、そういうふうなことを考えるとですね、まあ、ちょっと、おじいちゃん、ダジャレだけで締めますとですね、結局藤原さんの本の一つの用のある一つのポイントは、フォルクスワーゲンが夢で終わった話なんですけども、これ以上は言いませんが、そのフォルクスワーゲンが夢で終わったということで言いますと、まあ、おじいちゃんシャレで言いますと、中橋さんがやったことは
毎日がバーゲン、フォルクスバーゲンだったんですね。でそういうことをやろうとしたんだと私は思っています。まあ、以上です。だからその、はい、なんて言うんでしょう、日本のその中内さんの、大英の中内さんが消費革命じゃなくて流通革命という形で、食をですね、バーッとこう人々主婦の前に並べたっていう体験が、ドイツでは第一次大戦後にこう起こっていく。つまり、ドイツはやっぱり第一次大戦後のバイマール時代っていうのは非常に民主的な時代で、男女普通選挙が導入されて、これまでの帝政が潰れて、それでどんどんと新しいモダニズム、モダンな考え方が入ってきて、で例えばですね、何て言うんでしょう、ここにも書きましたけれども主婦の相談センターが出てきたり、あと今でいう、何て言うの、百貨店ですね、百貨店なんかが出て、物が次第に溢れ出す。でそういうその溢れ出していく中で、しかしながらそういったものばっかりに囲まれて、生きていくのではなくて、もっと心を重視しなきゃいけない、あるいはそういうふうなものに囲まれてる時に第一次世界大戦の時の飢餓をやっぱり思い出さなきゃいけない、そういうことをナチスは言って、まあ、1933年1月30日に政権を取るんですけれども、しかしそのナチスがやはりその政権を運営していく上で頼っていくのがこういうモダンな考え方であったり、そのこのキッチンのモダン化というものをそのままバイマル時代から引き継いでいたりという形で、その非常に二重性を持っているというようなイメージが私はありがとうございます。そうなんですよね。だからちょっと私言い忘れましたけど、中内さんがですね、飢餓体験だけであれだけ大きくなったわけじゃなくて、実は彼は62年に国際スーパーマーケット大会っていうのにアメリカで開かれるんですね。そこに行って実はもう全然また考え方変わるんですね。私も80年代の後半にアメリカに行きましたけども、本当にもうなんか野球場みたいなマーケットですよね。とにかくこんな大きなですね、そのカートを引っ張っていって、しかもこんな山盛りに持って帰ってくるわけですね。そういうような、まあ、やり方というものを、まあ、日本でもやるためには広い売り面積を取らなきゃいけない形で、ああいう形で、まあ、店舗を拡大していくことになるわけですけども、それもだから一つのあれなんですけども、まあ言ってみると私は、まあ、これも後でまた話になるかもしれませんけども、ある種 の、 そのアメリカというものの、まあ、何て言いますかね、凄さと、まあ、無誤さみたいなものですね。そういうものが、まあ、次第にこう日本の中で、まあ、形を表してきて、実は今がその一つの、まあ、最終局点起点だったと私は思うんですけど、まあ、これ最後にしゃべるとして、そういうようなですね、ことがあったんだろうなと思いますね。同時にまた先ほど藤田さんおっしゃったみたいに、台所のモータリゼーションといいますか、そういうものを含めてやっぱりこう結局そのスーパーマーケット大事なことはですね、それまでの普通の小売屋さんでは、まあ、確かに小さな冷蔵庫みたいなのがあったんですけども、結局冷凍でいっぱい大量にやってるんですね。で同時にそこで食べさせるわけですね。つまりどんなに口でいったところでうまいか悪いか、うまくないかなんかって誰も分かんないんだと。だからそこで試食というのをやらせるわけですね。で試食をしてそれでやっぱ買っていってもらうという形でやっぱ、まあ、する。でこれもですね、報告の中でやったことがあるんですけども、これは地方で違うかもしれませんけども、60年代まで私とりわけ九州の熊本なんですけども、牛肉なんか食べなかったんですね。豚肉か、まあ、馬肉、そして、まあ、その当時はまだ柏屋さんっていうのは、これは鶏肉なんですけども、柏屋さんっていうのは 特別に一軒別にあるわけですね。でそういう店がたくさんあって、その牛肉食べなかったんですけども、そういう牛肉もですね、スーパーマーケットが広がることによって非常に全国的に消費が上がったっていうわけですね。でこれはどういうことかというと、逆に言うとですね、豚から、つまり鶏から豚から牛になっていけばいくほど、実はそこにかかるエネルギーといいますか、飼料の、まあ、あれは高くなるんですね。ですから普通で、穀物を食べていればですね、何百人生きられるものが結局どんどん肉食になっていくに従って食べられる数が少なくなっていくんですね。でそういうような矛盾というのが一方で出てくるというのは、まあ、その時代だったろうなと思いますけどね。それでそういうふうに日本とドイツを比較するとですね、いろいろな違った面とか、あるいはやはり似ている面とか出てくるんですけれども、ちょっと話を変えて、その1920年代っていうのは、なんて言うんでしょうね、まあ、女性の社会的地位がすごく向上していく時代だったというふうに、まあ、
言われていて、で日本のことはちょっと後で山本さんに聞きしたいんですけど、はい、ドイツにおいてもその先ほど言いましたように男女とも選挙権を持つようになって、で、なんて言うんでしょう、髪を短く切る女性が増えている。で それがですね、このフランクルトキッチンを作ったシュッティ・リホツキーさんという人は当時としてはその最先端のですね、髪を短く切る女性で、写真をかなり私は結構好きなのでちょっと下平さんに無理を言ってですね、彼女の写真をかなりいっぱいかなりレイアウトに苦労させて していただいたんですけど、載せさせていただいた、その何て言うんでしょうね、時代の最先端をすいません上げていただいて、彼女はですね、このフランクルトキッチンを作った後に、本当に意識的な社会主義者で、1930年になってナチスの危険を感じてですね、ソ連に渡っていろいろ都市計画に関わってきます。その後ブルノタウトという有名な建築家がいますけど、ブルノタウトがいたイスタンブールに移って、でしかしながらすいません、なんか話があれですけど、ちょっと女性の話で、そのシュッテリホツキーさんはイスタンブールにいた後、もう一回そのナチスが支配しているウィーンに、オーストリーというのはかなりナチ党が進行して早かったところなんですけれども、そのオーストリアのウィーンに戻ります。なぜか彼女はやっぱりナチスが許せなかった、でナチスの抵抗運動に関わってくるんですね。それで、彼女はですね、そのいろいろ闇裏のですね、地下の組織と関わりながら、反ナチ運動をやるんですけれども、最終的に捕まって死刑判決を受けます。で死刑判決を受けるんですけれども、直前になって減刑になって45年にナチスが崩壊するとともに解放されるというすごい変わった人物なんです。このようにですね、今回私の本では時代の先を行く女性というか、なでしこジャパンのあるような形 です、ね、今日本を救うのは女性だというふうなことかなり安易に非常に言われてますけれども、やはりこの当時もそれまでのなんて言うんでしょうね、ビスマルク帝国の男性的な帝国だったのが潰れることによって、そこから女性の力で女性がどんどん新しい、モダニズムに挑戦していくというような流れが、ここで、書きたかったことの、もう一つ、例えば日本でも私はよくわからないんですけど、モガとか、いっぱい出てくるのがやっぱり20年代だと思うんですよ。この女性のどうですか。はい、女性の問題はなかなか難しくて、私が喋るのは問題がいるというか可能性があるんですが私が親しくしていただいたですね、松田道夫さんという京都の町医者で、ロシア史研究を書いた方なんですけど、彼が最後に書かれた岩波新書が、私は女性しか信じないという本でしたし、昨日亡くなられた新藤兼人さんも最後は自分は女性しか信じられないとおっしゃいましたけども、でそうなってくると私はどうやって生きていけるか分からないんが、それはそれとしてですね、確かに男というのはしょうもないもんだなと思ってますけども、その自覚の上に申しますが、確かに内戦のですね、女性の問題というのは非常に重要なんですね。で日本の場合ですと、エレン・ケイという人がいまして、この人は大変重要で、たくさんの翻訳家との同時にいます。恋愛というとか、いろんな、つまり結婚の問題もあるわけですけども、特に言うのは子供の世紀、女性の世紀として考えています。20世紀というものが子供と女性の世紀だというふうに考えたわけですね。でこの本がたくさん出ました。そして彼女はどうしてその家庭というものをですね、大事にしたのかというとですね、やっぱ生命の自由の発展のためには家庭というものが充実してなきゃダメなんだと。それで夫人の母性という視点、母性ですね、母性としての機能というものを持ってなければダメなんだということでですね、でそこで彼女が非常に重視したのが家庭におけるレクリエーションですね。レクレーションというのはですね、私どもはそういうふうに考えているなんかと、その辺で娯楽をすることだと考えますけども、これは翻訳の間違いなんですね。あれはリクリエーションなんですね。つまり再生なんですよ。つまり新しくもう一回生まれ変わるんですね。つまり工場で働いてきてですね、とにかく非常に疲れた人が家庭でリクリエートされて再生して、また翌朝工場に行くということなんですね。
それを日本の方はその当時娯楽としてしまったもんだから、レクレーションが全く違う意味になってしまっているわけですけども、そういうような時代であったわけですね。ですから例えば安倍総理、今話になった社会主義なんかの場合もみんなそうでありまして、子ども本位のですね、やっぱ家庭を作るとかですね、婦人本位の家庭を作るんだっていう話をするわけですね。で日本の場合ですね、ちょうど、まあ、あの新婦人と言われるようになるわけですけども、1920年が第1回のセンサス国勢調査なんですね。でこの当時は7700万人ぐらいですよ、日本の人口が。でじゃあそれどのほど職場に進出したかっていうとですね、女工さんが大体100万程度ですね。いわゆるその職業婦人といわれたようなタイプライターですとか電話交換士なんかでも70万から80万ですね。7700万のうちのいわば せいぜい200万ぐらいしか実は外で働いていなかった時代なんですね。ですからそれほど実はその進出が進んでいったわけではありません。ただし実はですね、一方でこの時代は女学校が非常に盛んなんですね。女学校に進学するようになります。1919年ぐらいですと大体15万人ぐらいですから、それから5年ぐらい経ちますとこれ30万人ぐらい増えますね。で1920年ぐらいの段階で言いますと、累積の女学校の卒業した数が 100万人ぐらいなんですね。ですから実はそこで一方で言いますと100人ぐらいを相手にした、まあ、婦人の友でありますとか、さまざまな処理の生活が出し出てくるんですね。で例えばそこで、まあ、萩本さんが作りました婦人の友なんか処理の友とか、ああいうところではですね、そこで家計簿っていうのを付録につけて、家計簿にみんな書くようにして、主婦というものが賢い生活をしましょうって話になるんですね。それからまあこれはあのほとんど知られていないことなんですけども、あの有名な吉野作造としていますね。で彼は何をしたかというとですね、実はその生活文化研究会というのがあったんですね。でこれはですね、その有島武雄という亡くなった作家と、それから森本幸吉という、まあ、3人が言えば中心なんですけども、いわゆる生活革命、生活を変えようとしたわけですね。結局そのこれも実は変な話なんですけども、欧米になぜ日本がずっとその大事だったにもかかわらず下の方にいなきゃいけないかというと、結局経済がですねダメなのは、実はその経済を支えている家庭がダメなんだと。で家庭というものをちゃんとしたものにしなければダメなんてでして、結局その婦人の王国ですね、つまり奥さんがきちんとしたような婦人の王国としてのいわば家庭というものを作るべきだと。でそこでどうするかというとですね、実はその中で文化生活という、そのいわゆるこれ2つありまして、文化生活研究というですね、非常に高級な雑誌と、それから旦那さんと奥さんが2人で読めるような文化生活という、まあ、廉価版の雑誌だったわけですね。でそこで何をやるかというと、これもまさにこの本を買っていただければ分かりますけども、その台所でどういうようなですね、そのものを使ったらいいのかという広告を出して、でそれをだからその通信販売みたいなことをやるわけですね。そういうようなこともここでやってくることになります。であのもちろんですね、そのさまざまな意味で、まあ、女性が、まあ、その進出していくことになりますけども、しかし今言ったように、まあ、単位としてそれほど多くなかった。だからこそモガとかですね、モガというものが非常に、まあ、強く言われるようになるわけですけども、まあ、その中では、まあ、そのことに今先ほどまさに短髪の言われましたけども、ちょうど1920年代から電気が普及していって、パーマですね、パーマネントが大体普通の人をかけるようになってくるという時代になってくる。そういうそのパーマネントをかけるというのは短髪にする。そしてもう一つポイントはタバコなんですね。タバコを吸う女性が実は新婦人、新女性になるということなんですね。でそういう、まあ、ある種のですね、その新しいそのスタイルを持ったその生活革命といいますか、その家庭というものを作るというので、これはホワシル・リーチローという、まあ、その文化研究生活の中で書いてあるのですね。それが民本的家庭ですね。このように吉田作造は民本主義と言いましたけれども、民本的家庭というのを作っていく、それがその新婦人ですね、のいわば家庭、主婦の家庭なんです。その中でも藤田さんの本の中にありますように、日本でもその頃が非常に盛んにですね、それまでの良妻賢母という位置づけから家庭の中における主婦という言い方ですね、主婦という言い方が非常に続いていたというふうに私は思っております。だからやっぱり注意しなきゃいけないのは、確かに20年代というのは女性が社会進出が進んだんですけど、ドイツ、その山本さんおっしゃったように日本でもその二重性を見なきゃいけない。その本当に解放されたのかって言ったら、やはりそう簡単にうなずくことはできないというドイツでも一緒で、ドイツの場合は確かにそのなんて言うでしょうね、これまでの権威主義が弱くなっていって、男性中心主義から次第にこう民主主義的な考え方が普及してくるんですけれども、この台所のですね、改革
を普及しようとしていた人々でさえ、でしかもその人たちは女性、これまでの女性をこう台所を非常にこうシステマティックにすることによって本当にきつい家事労働から解放させてあげよう、そういうモチベーションで台所をもう一回設計し直しているはずなのに、やはりその中に出てくるのは女性をそのは母性、女性らしさ、特に母性ですね、母性を失ってはいけない、そしてその女性っていうのはその家庭の中に入って、でその子供を育てて、で社会に送り出さなきゃいけないという形で、完全に女性をですね、社会へこう進出させていくというのではなくて、あくまでそのなんて言うんでしょうね、子供を育てて家の中でしっかりこう家庭を守る、そのために台所を住みやすく動きやすくしますよという制限的な解放でしかなかった、まあ、ちょっとかなり私はなんて言うんでしょうね、はっきり書いちゃってますけれども、本当にそういう女性がですね、いっぱい女性というか主婦が台所で立派な方ですね、冷蔵庫を買って、でかつその立派なですねシステムキッチンを買って、ですごく高い食材を購入して、で、合理的にその台所仕事を営むという本当にその当時の主婦にとって解放だったのだろうか。でこれで私がなんて参考にした本が、コーアンという女性のお母さんは忙しくなるばかりという本があるんですね。これはどういう本かと言いますと、アメリカの主婦の歴史を書いた本なんですが、20世紀に入るとアメリカはドイツなんかよりもたくさん冷蔵庫とか機械、台所の機械化とかテイラー主義とか家政学とか普及してきて、女性、それによって女性を解放しようという運動が起こります。しかしながらそのコーアさんが投げかけているのは、果たして立派な冷蔵庫が台所に入ったことによって本当にお母さんは忙しくなくなったのかという疑問を投げかけて、でコーアさんは言ってるのは、そうじゃないんだ、新しい機械が入ることによってどんどん主婦の仕事はむしろ増えていく、洗濯機が入って入ることによって、これまで1週間に1回服を洗えばよかったものを毎日洗わなきゃいけなくなったりするとか、それから家政学の知識が入ることによって、これまであんまり考える必要のなかったようなご飯の作り方とかをかなり一生懸命勉強して、レシピを見て研究して作らなくちゃいけなくなってくるという形で、決してそのテクノロジーが主婦を幸せにしたかどうかしたとは言えないんじゃないかというふうなことを言って、これ僕もドイツでも結構それと同じようなことが言えるんじゃないかと思って、かなりテクノロジーというものに対して批判的なスタンスでこの本を書かせていただいたんですけれども、というふうなイメージがあります。私は結構50年生まれで、そのこの本でおかげで藤原さんが僕より4分の1世紀後に生まれたと思ってびっくりしたんですけども、ずっと同じぐらいの年だと思ってたんですけど、いやそんなことない、大変ショック受けましたけども、で50年代の私にとってみればですね、今言われたこととちょっとやっぱり違和感があるんですね。やっぱり良くなったな、テクノロジー大丈夫、必要だったなと思うこともあるんですね。なぜかというと、私の子供の頃はまだですね、その土間というものと、それからその台所、キッチンは下土間と離れてるわけですね。ですからへっついておれたみたいに、もう本当に地べたにくっついて火を起こしてかまどを作らなきゃいけないですね。ですから確かにテーラー主義が言ってるような作業動線の問題があってですね、テーラー主義の問題は実はヨーロッパの問題だから水平だけなんですね。水平のところだけ動くかなんですけども、実はアジアにとって問題なのは垂直なんですよ。つまりその土間から上に上がっていって、また降りてきて、また上がって、しかもその火を見るためにこんなやらなきゃいけないでしょ。でもう僕のおばあさんなんか常にこう腰をこうどんどん立てたんですね。つまり垂直動線というものがですね、私は水平動線に変わっただけでも非常に良かったと私は思ってます。で私はですね、この本の中読んでて、ああそうだ自分が思ったのは、結局ですね、その薪から石炭からガスから電気へと変わってきたエネルギーを全部私体験してるんですね。で私の子供の頃のですね、一番の特技は火をつけることでした。ね、別に火をつけてやるのに放火したわけじゃないけどね、マッチ一本でですね、私はその釜との火もつけられればお風呂も全部沸かせるんですね。
これは非常に得意でありましてですね、私には無理ですね。ちゃんとこう細い木を切ってこう組み上げて空気が通るようにして、その上に紙を置いて、その上に今度は鉱物と石炭を置いてってやるんですけども、私は絶対一本でそれをやるってために工夫をされまして、非常にできるようになったんですね。この押し付けの技術は私は絶対大事と思ったんですけど、今どこに行ってもそんなもの何も意味がないわけでこんなものを使ってしまったら大変なんですけども、そういうですね、押し付け、つまりそういうことをしなきゃ、つまり子供を使ってそうしなければダメだったわけですね。それから、まあ、この本の中ではちょっと触れてられてませんけども、やっぱりこう主婦にとって大事なことは、炊事洗濯とやるためには洗濯の問題もあるわけですね。で、洗濯もこれも実は、まあ、その井戸から水を汲んできてですね、そして、まあ、しかもこんなたらいで、それから洗濯板でこうやってゴシ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 やる、これも非常にきついですね。それをですね、その洗濯機ができてですね、これもまあ30分ぐらいで出てきますけども、なんか全然効かないんですけど、まあ、ぐる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 回して洗ってやつをですね、こう絞ってやる機械があるわけですね。それがくっついてる洗濯機なんですけども、あんなものやっても何も意味ないで、結局早く干した方が早いんですけども、そういうこともやったし、それからまあお風呂なんかもですね、結局その夏なんかは絶対お風呂沸かさないで、たらいに水を溜めておいて行水をするというのを私やったんですけども、そういうことを考えるとですね、私はまあ戦後の日本がある程度、確かにお母さんも忙しくなったかもしれないけども、あんな風に働いていた人、自分の母親見てましたから、あんな風に働くよりは今の、まあ、自分の子供や奥さんが働いている方がまだ楽だろうし、あんなことで苦労する必要ないだろうなという気がしてますから、ちょっと私はその分では、必ずしも藤原さんと同じじゃなくて、使えるものを使ったらいいんだってもあるんですけどね。それから4分の1世紀後に生まれた私は、基本的にすでに家電っていうものがもうカラーテレビの世代に生まれたので、家電っていうのはもうそこにあるものだっていうか、そうやって育ってきて、まあ多少こうモデルチェンジは進んでますけれども、2層式が洗濯機でしたら2層式が全自動ボタンでやれるようになっていくっていうのが、あと、まあ、電子レンジが出てきて、チンすれば温められるという形で、これやっぱり自分の母親なんか見てますと熱狂してましたよね。そういうものが買えるっていうことがすごく嬉しくって、でうちの台所も田舎だったので、非常に何て言うか、元はコンクリート、下がずっとコンクリートで、でまあなんてお茶碗を落とすともものすごい勢いで割れるような恐ろしいところでですね、でまあ一斉にちょっと違うところでエッセイ書いたんですけれども、ナメクジとかいろんな生物が住んでいて、とてもこうまさにエコロジカルな空間なんですけれどもその台所が母親の、まあ、かねてからの念願でついにシステムキッチンになったっていうのを私は見て、いや非常にやはりこう、あ変わったなというか、いろいろ喜んでて、まあ、これを生きがいにしてやってきたんだなというのは、私山本さんのおっしゃることも分かるんですけれども、ただ一方で本当にそのなんて言うんでしょうね、それ、まあ、このエネルギー革命の話がありますけれども、まあ、石炭から、あるいは薪や石炭を使ってたのが世紀転換期ですね、19世紀から20世紀に移る中でガスと電気という、まあ、流体エネルギーが使われるようになって、でそれがどんどんこう普及することによって、そういう山本さんのお母さんとか私の母親とかがそういう幸せな思いをしてきた矢先に、なんか私なんかはその福島の原発事故とか、いわゆるその、エネルギーに頼りすぎて生きていく私たちのこの末というか、一つの結末っていうのを見てしまうということで、少しついつい悲観的になってしまったんですけど、分かりました。時間まだどれくらいあるんでしょうか。ちょっと大丈夫です、はい、そのエネルギーの話は最後にしようと思うんですけど、まあ、ちょっと、まあ、その前に少しあれなんですけど、結局その確かにですね、そのキッチンなんかがこう私そういう話をしてますけど、先ほど藤原さんは島の山の奥だとおっしゃったんだけども、私は実は熊本の都会に育ったんですね決してですね、その硬い中ではなくてですね、もうちょっと橋を渡ればですね、もう今でも新市街とか上通しも通って、ね、これも熊本一の新市繁華街なんですけども、その近くにずっと住んでいてもそういうことだったんですね。決して田舎の人たちは私はいないので、そんなことは何もそういう人はないんですけども、ただおっしゃる通りですね、私はやっぱりある種のその後人さん後人さんといって、母親とかおばあちゃんが常にこうそこに推しを置いてるんですね。
あの食事が全部終わった後で洗い物した後にちゃんとこう台所の隅にお塩をこう置いて毎日大体やってたんですね。でそういうふうに清めてをやっていくと、つまりだからそれ自体が別にその効果があるとは思いませんよ。でもそういうふうにつまり台所を清潔にするということで言うとですね、やっぱりその前のいわゆるその何て言いますかタイル張りであったり、それからまああのそのメッキでこう貼ったあのやつ貼ったり、それに比べてあのシステムキッチンに出た時の驚きは1枚ですよね。こうプレスでやってもう全部どこにも穴がないでしょ。どっからも虫も入ってこなければ水も漏れないわけですね。であれを見た時に僕はもうびっくり仰天しましたね。とかそんなものがあるんだ、できるんだというのがシステムキッチンって何もそのそういうものが、しかし同時にそこからですけども、どんどんなんかそこの台所っていうのも常に清潔だということになってしまったのかどうか分かりませんけども、それを清潔しなければいけないというような、先ほど皆さんおっしゃったかまどの神様のようなことが意識しなくなってしまったとは私は思いますね。明らかにそうですね。それはつまりその常にそれはもう別にそのそこからですねゴキブリが上がってくるわけでもなければ、そこからですねなんかウジ虫が湧いてくるわけでもなりませんから、そこにはその信仰っていいますか、そういうものに対するつまり信仰というのは私の恐れですよね。つまり自分に何か恐れがあるときに、つまりそこから病気があっちゃいけないとか、そこからまあ家族に病気をしちゃいけないと思うからそういうふうにやるわけですけども、そういうものが次第になくなっていったことも私は確かにあるんだろうとは思いますね。私が今回の本を書くにあたって参考にしたのが山口正智さんといって、台所空間学という本を書きになった方なんですけれども、すごい分厚い本で、彼はずっと日本全国のなんて言うんでしょうね、システムキッチン以前のですね古い汚い台所をひたすら写真撮り続けている、そういう本が、そういう方なんですね。写真を撮ってそれについてコメント、まあちょうどレコード芸術みたいな感じで表を書く、この台所はこうこうこういうところは素晴らしい、ですごい私好きな本なんですけど、それを読んでいると、一つ彼がそのシステムキッチンに文句を言ってるのが、大きな魚をさばくことができない、まあ、私さばけませんけどまあ、その大きな魚をキッチンの上に乗せるとその魚がはみ出してしまう。でもう一つはさっき山室さんおっしゃった木ですね。木っていうのがその我々の生活から消えていってしまう。で私 の, 今いる研究室は東京大学の農学部の農業史というところなんですが、その農業史の隣が林政学 の, 研究室なんで、林政っていうのはつまり林の政治と書いて、木 の, 森、林、まあ、林業ですね、そこの教室があるんです。でそのここにいる方と結構友達でよく話をしてるんですけど、その研究者の彼に話を聞くとですね、今薪ストーブが人気、で薪ストーブが何で人気かと言いますと、一つは今森が荒れまくってる、で荒れているとこう間伐材を切らなくなってしまって、で実はその間伐材を使って薪にして、使えば森も再生するし、エネルギーとしても電気もガスも使わなくてもその温めることができる。でっていうこともあって、林政の側からもやっぱり薪ストーブっていうのはすごくいいよ、藤原さんという方で勧められてるんですけど、でそれプラスもう一つその薪ストーブが人気なのは、なんて言うんでしょうね、火を見ることがすごくこう飽きないっていうか、私も昔こう、まあ、山本さんのように全然上手じゃなかったんですけど、田舎の方では正月になると餅をですねいっぱいつくんですけど、その餅をふかす時には必ずかまどを使って、外に出てかまどを使ってたんですが、そのかまどの火をこう見てるとですね、やっぱりなんていうか飽きない、僕は山本さんみたいに毎日やってたわけじゃないので、たまに火をこうぼうやって見てるのをこう気をいじりながら見てるとこう飽きない、どうやら最近は食育じゃなくて肥育っていうのが出てきてですね、火を見て子供を育てろっていう風な、そういうのが僕はどうよくわかんないですけど、出てるぐらい、まあ、火っていうのが人々の生活から、まあ、IH で、まあ、多分一つの終着点ですよね、それで終わっていくっていうのを、まあ、すごくこう嘆いておられたっていうのはその本からありましたね。木の話になるとまただんだん熱中してくるんですけど、まあ、話は別としてですね、
結局それ何人かというと、実は私その熱中っていうか、やっぱりおっしゃる通り火っていうのはすごく大事で、私あのうちはあの家建てる時にですね、実は一つだけこだわったのはガスストーブ使ったんですけども、そこにそのですね、実はその儀木があって火が出るように出るようなストーブがあるんですよ。あの別に全然本当に覚えてないんですよ。だけどもその木があってそこから燃えてるように出るようなストーブがあるんですね。今は生産されてないみたいですけど、ちょうどだから20年ぐらい前に家建てる時にもうそれをそれだけが欲しくてですね、買って、でしかもなんか周りをですね、なんか何も燃えないのにわざわざそのあのレンガを積んだ形にしてですね、やって素敵ですね、作ったんですよね、うん、で今公開してるんですけど、まあ、それをしてやっぱり火を見ると和むこともあるし、それからまあ先ほどの話で言うと、あの子供の世紀の話で言うと、ちょうどあの時期その要するに子供の国とかでいろんな雑誌が出るんですね。そこで何があるかというと、やっぱりね、あのそのベチカーなんですよね。雪の降る夜は楽しいベチカーって誰もその日知らなかったんですよ。だってそんなものがあるかどうか分からないですけども、しかしちゃんと絵本の中にもそういうのが書いてあって、そういうそのベチカーが燃える周りにちゃんと家族がこう座って食事をするというのが、これが楽しい家庭なんだ、新しい家庭なんだという模様なんですね。つまりだから火からは実は離れていないんですよね。だからあのベチカの歌なんか、おそらく僕らも子供が習いましたけど、ずっと何がベチカか分かりませんし、今でもどういうのがベチカかわからないですね。だけどもそういう歌でやっぱりこうなんかこう家庭があるんだなと思ったらってありますね。それからまあエネルギーの問題に関して言えば、もちろんこれ干ばつ材の問題がありますから、その当然一緒ですよね、うん、それからまあ今はチップを作ってね、やっぱやっていくという方向で火力発電も変わっていかなきゃいけないということも明らかなわけで、まあ、その辺の話はまた後にするにして、何か違う話でいきますか、また。そうですね。またあとって言ってるけど、もうあんまりだんだん。あ、違うかな、出てきました。なければ、じゃあ、ちょっと一つだけまず喋ってから、最後はエネルギーの話いきましょうか。ちょっとだけ、あの、藤田さんの本の中はずっと読んでて、その台所のモータリゼーションの話になっていくわけですけども、その先ほどのですね、もうレジュメの中にもありましたように、こう台所ができ空間としてできて、そこでその台所のいわばその、まあ、備品がどうやって広がっていったかというのは、この本の中で非常に重要なあれなんですけども、で私はまあ実はあの今大学大戦の研究班やってる中で重視しているのはエドワード・バイナーズという人なんですね。でこれは実はジグモント・フロイトというあの有名な心理学者の実は甥なんですけども、彼が実は PR の実は父なんですね。つまり PR というものを作ったのは彼なんですね。で彼は何を言ったかというと、 PR というのは目に見えない統治機構だったんですね。で藤原さんの中にありますように、実は実際に台所を犯してたのは、実はナチスであるよりは企業であるという面が非常に強いんですね。でじゃあその企業というのは一体誰が犯したかってなるわけですけども、それを犯したのは実は PR ですね、連戦術ですね。でこれは大変に、まあ、あのいくつも彼がやった方やり方をですね、説明するだけでも非常に、まあ、2時間の3時間の喋るんですけども、まあ、2つだけ喋りますとですね、1つはですねタバコなんですね。女性の喫煙、先ほど言いました新女性の喫煙なんですね。でこれなぜかというとですね、第二次大戦で総動員体制になりましたから、要するにもうそんなところで紙タバコとかやってる暇ないもんですから、全部こう葉巻なんかしてしまいませんから、すぐ吸えるようにその紙巻きタバコを大量生産したんですね。で大量生産すると、今度戦争終わってしまったら、その工場を稼働するために、じゃあどうやって育てるかとなってくると、今度女性に育てるしかないですね。女性に育てるためにどうしたかというと、今度女性にですね、これをですねニューヨークをずっと女性に預かせてですね、である瞬間にですねこう持たせてですね、パッとそれに火をつけるわけですね。そしてこうやってさせるわけですね。何かというと、これは自由の女神だという象徴なんですね。つまり女性がタバコを吸うというのが自由の象徴だと。それまでですね、女性ってのはタバコ吸っていけないんだと言われたのに、それってつける。でそして同時にですね、その女性たちみんなですね、そのタバコメーカーのですね、実はあのパッケージにあった緑色の服を着せるわけですね。そうすると今度その緑色の服が大流行するわけですね。そういう形でですね、実はそれまでタバコを吸うような女性っていうのは、実は、まあ、あの要するにその、まあ、ある種 の, その職業人っていうか、なんかこう良くない人だったり言われたものが、実はそれこそが新しいモダンガールだっていう象徴に書いていたわけですね。もう一つは何かというと、モーツァルト社のですね、ピアノなんですよ。ピアノの販売なんですね。で彼はその時ですね、一切ピアノを下ろしなかったんです。何をしたかというと、ピアノが置けるような音楽室を作りましょうって話をまずやるわけですよ。音楽がですね、音楽をするような家庭というものがモダンな家庭であり重要な家庭なんですよという。そしてそのまずですね、住宅の中にそういう音楽をやるようなところを置きましょうと。
で、そうするとおのずとそこにですね、今度はピアノを変えましょうってなるんですね。それがモダンな家庭だったんだろうですね。同じことなんですね。上さんがこの本に書いてあるように、まず台所をきれいにして高校してしまうと、今度はそこで買うものは大体決まってくるでしょう。で、まあ、あのバイヤーズ伊藤君非常に重要なことはですね、重要なことはそれが自分が買いたいと思ったから買ったんだというふうに思わせることなんですね。実は周りがそういう環境を作ることによって物を買わせてるんですけども、彼は決してそれを気づかせちゃいけない。自分がそうすることは自分の判断だというふうに思わせることなんですね。民主主義とか自由主義というのも自分が作ったものだと思うからこそみんなそれで信じてしまうけども、実はそう思わせるように作ることが大事なんだですね。まさにナチなんですね。まさにナチの宣伝というのは決して、そしてこの本に書かれているんですね、なぜ彼女たちがあんな風に動いていったかというのは、明らかにそれは誰かに命令されているところももちろんありますけども、そうではなくて自分たちが主婦として女性として自発的活動ができる場面はここなんだと思うからこそそこに出ていくわけですね。そういうような動きというものを作らせる、そういうものが実はその PR というものですね。で、私どもはまさに今そうなんですね。で、彼が言ってることはですね、結局そのある種の欠乏感覚を生ませることですね。リアル時のことはどっか足りない、なんか足りないっていう意識がどっかにある。で、それを埋めようとすると、今度は何かを埋めると今度はもっと何か足りないと思う意識になっていく。どん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 そうやって消費というものが拡大していく。なぜそれが必要かといえば、それは実は第二次世界大戦においてマスプロダクション体制があったからですね。それまでの普通戦争の時ではですね、一日の大砲のですね、消費量なんていうのは、その普通戦争で使ったですね、大砲の弾を1時間で実は使ってしまうんですね。そうするとものすごい大量生産、大量進めやらなきゃいけない。大量生産するためどうしなきゃいけないかというと、これは規格にする必要なんですね。規格にする必要なんですね。つまり何センチ何ミリのネジをどうやって作るとか、実感を作ってしまう。で、作ってしまえばこれはどんどん大量生産しますから、今度はそれを大量に売るしかないですね。この本に書かれていることはまさにそうなんですね。そういうふうな科学主義で生まれたものが今度はどんどんそういうふうに買わざるを得ないような方向に動いていって、今のような消費社会ができてくるという、こういうことをこの本の中にも書いてある。これは勘どころの一つですから、ぜひお読みください。落とし泣きよう。それで今お話しいただいたことを私なりに、ゲッペルスといって、ナチス の、 宣伝大臣の、まあ、有名な人がいますけど、彼が、宣伝というものは間接的でなくちゃいけないということをよく言っていて、 PR というお話をさっき山本さんおっしゃったように、これを買いなさい、これを買わなきゃダメだ、これを買いなさいという宣伝は全然効果的ではなくて、自然に自分が主体的に、まさに山本さんおっしゃったように、これを買い取ったんだ、でそれは その買い取ることによって自分の物語が未来へできていく、つまりこれを買うことによって、スマホを買うことによって、将来こういうふうな新しい世界が広がり、ついには多分私は昇進したり、私はこう彼氏をゲットしたりできるんじゃないかっていう物語を、そういう商品が作り上げていく、その中で自分は主体的に行動しているということを企業がこう作ってあげていくということをこの本で結構書きました。つまり例えばナチスのさっき言ったアイントップの日曜日運動とかあるんですが、その時にレシピが出るんですね。アイントップを食べましょう、じゃあってナチスが言うので、私アイントップのレシピを作りましたと。でそこには皆さんご存知のマギーブイヨンってご存知だと思うんです。マギーブイヨン の広告が入ってて、やっぱりアイントップはマギーブイヨンじゃなきゃダメよねっていう形でですね、間接的にナチス のプロパガンダとこう巧妙に、しかも柔らかくこう私たち その消費社会をですね、私たちが今体験している消費社会を作り上げていく。でそういう意味ではですね、やはりナチスがこうの時代もずっとこう消費社会というのが流れていて、かつそれ の参照校となったのはやっぱりアメリカだったというふうに思ってます。つまり私たちがずっとこう例えばいろいろな映画とかテレビ番組とかで見るアメリカの美しいのか分かりませんけど、こうホームドラマみたいな、ああいうふうなものっていうものがすごくこう、実はそういうユートピアが実はそのナチズムのデストピアと密接にというか近いところにあるのではないかなというのがありますね。
ですね、あのもう、もう少し、もう待って、1分ぐらい。はい、じゃあ、もう最後のまとめに少し入りますけども、まあ、一つはですね、この本を読んで、先ほど言った中内さんの話と言ったそうなんですけども、実は20世紀というものを考えるときにですね、やっぱりアメリカのたたりというか、アメリカの影といいますかね、凄みとやっぱり無誤差みたいなのが私はずっとあると思うんですね。つまりテイラー主義というのはまさにその科学主義で、やっぱり人間を合理的にしたわけですね。で、第二次大戦後は行動科学というのが出ましたけども、これはもうあの政治学等を含めてみんな行動科学、行動主義って言ってあったんですけども、これも実は戦争からの所作なんですね。そういう、こう戦争を馬に深く、その勝ち抜くかという、ある種の科学主義ですね。もちろんその科学主義というのはある種日本人も選択してきたわけですし、それ自体が悪いと思いませんけれども、その同時にですね、その台所 の、 そのまあモータリゼーションを含めて結局その電力という問題ですよね、エネルギーという問題ですよね。そのことを当然考えざるを得なくなってくるわけ で、 でその時ですね、まあいろんなことを考えるんですけども、例えばもうそのアメリカがですね、電子レンジを実は発見発明したのは1945年なんですよね。もう終戦の時には電子レンジがあったんですね、アメリカには。だからつまり大正時代からずっとそうなんですけど、アメリカンウェブオブライフ、アメリカ的生活様式というのは非常にやっぱり憧れてきた。私どもは子供の頃に名犬らしいとか隣人人という番組見ましたけども、それはその番組みたいにあるんですね。そこで開けられた冷蔵庫の中を見てるんですよ。冷蔵庫の中に何があるか、ハムが1本入っているとかですね、それから何ガロンの牛乳がそこにあるとかですね、そういうものを一生懸命見てたんですね。あんな風に食べれたらいいなって、私小学校の1年生の作文はですね、大人になってお金稼いだらハム1枚食べたい、1本食べたいって書いたんですけども、そんな風な時代だったんですね。ですからそのそういうような、まあ、あのものがあったってことと同時にですね、やっぱりこうエネルギーという問題というのと考えるときには、戦争というものがやっぱりどうしても、うん、不可分なわけですね。で、実は日本がですね、その日清戦争の時に、まあ、非常に、ね、まあ、そのもちろんそのいろんな兵器を作るための動力が少なくなってしまったので、結局浅草に実は、まあ、あの発電所、火力発電所を作るんですけども、それがドイツのアルゲメナ社の社製の実は発電所ですね。で、60ヘルツですね。で、その当時そっち実は大阪の方の大阪電灯というのは50ヘルツだった。これはアメリカの GE 製ですね、エネルギー社製ですね。ですから、そこから今の問題が起こっているわけですね。結局日清戦争というものに対処するためにしょうがなくて、例えばキューバしのぎでその、ドイツ型とそれからアメリカ型をそこに入れてしまったことによってダメになってしまった。そして今度はですね、これも変な話なんですけども、ちょうど1938年という年に実は異常渇水が起きましてですね、そして石炭の輸入不足になりまして、結局電力が非常にまあ落ちる、供給が落ちるんですね。で、関東では 30%、 関西で 35% ダメなんです。まさに今のような状態ですね。つまりそのエネルギーが使えなくなるよ、電気が使えなくなるような状態になってしまった。で、それ以前の話をしますと、実は日本ではエネルギーが余って、電気が余ってたんですね。ですから1920年何をしたかというとですね、それを使うためにわざわざ電気化工業を実は起こしたんですね。で、エネルギーが余っていたから。で、これをもう一つ、また一つ前まで言うとですね、実はちょうど1914年、つまりこれから100年ぐらい前にある発電所ができました。猪苗代水力発電所ですね。これは当時第3位という、世界第3位という規模のもので、その送電力は全部東京に来たんですね。で、それを使って実は京浜工業地帯が発展していくんですね。つまり福島というのはそういうようなある種の運命というのを一つ持っている。それから先ほど言いました38年にその余、つまり足りなくなったかどうしたかというとですね、今度は結局これも今の政府が考えていることかどうか分かりませんけれども、電力というものをいわば国家管理しなきゃいけないということですね。38年に国家総動員法ができますから、その翌年に国家電気管理法ができます。で、その時に何をしたかというと、発電所ですね、新日本電車という、それから旧電力体制にしたんですね。まさに今の通りですね。つまり日本が戦時体制を戦うために作った、1939年に作った体制、40年に関する体制が実は今こういう形で私どもの生活を実は規制しているんですね。まあ、今は沖縄も含めて10ですけども、しかし実はですね、それにいわば非常にそのもう一回そのアメリカ GHQ はですね、それに対抗して、そうではなくてですね、やっぱり日本を民主化するためにその自主的に発電するべきだということを言ったんですね。ところがそれに強硬に反対したのが
元東京東電、東京電力の会長だった木川田和夫方ですね、木川田さん、私大変尊敬している人ですね。で彼はですね、結局それを実は、まあ、その結局何を考えたかというと、官僚に統制されるような国家で、つまり電力管制でですね、やったことが間違った戦争に行ったんだから、今度は自分たちがですね、民間の力だけで実は統制するような電力体制を作るべきだという形で、彼は逆にそういうことを、まあ、その旧電力体制を逆に変えてしまうんですね。ですから元一送電から旧体制にあったものを全部一応外してしまって、送電もその配電も一つに、つまりそれぞれの会社がやるようにしたわけですね。これは一つの実は民主化だったんですよ。52年という段階で、その日本がですね、アメリカから来た段階で、アメリカから実は自立しようとしたんですね。で同時に、実は木原さんのもう一つの問題は、その時にですね、結局、実際にもう水力も火力、つまり火力も実は、まあ、先ほど始まっているように、確かにチップとはいいんですけども、やっぱりこれは CO2 を排出するわけですね。ですから CO2 を排出しないために、やっぱり原子力というのが重要なんじゃないかというわけですけども、でこれも、まあ、またちょっと話をどんどん思い出して言いますとですね、日本で最初にですね、その電灯会社ができるときにですね、その実は大倉喜八郎というオークランドホテルなんか作った人ですけども、彼が政府に電力会社を作るための権限書を出すんですね。その時に何を言ったかというとですね、暗夜を白昼にするような社会光線を作る、社会とですね、光の線なんですね。つまり社会を明るくするものが電気なんだってですね。私どもは原子力発電するときに社会を平和利用する、つまり平和利用だということを言われました。全く同じことですね。つまりこう使うことが自分たちのいい生活になるんだというふうに思ってしまったということがあるわけですね。でその時に木川さんが実は一番信頼したのが GE 社ですね、ジェネラルエレクトリック社。今度事故を起こしているのが全部それですね。これは非常に皮肉ですけども、私は今日ですね、ずっと話をしててずっと思っているのは、そしてこの本を読んで思っていたのはですね、結局20世紀というのはアメリカの世紀だった、確かです。そのアメリカの世紀の光と影というのは、今ですね、私どもはやっぱりここをどう考えるかという時代に来ているんじゃないかとですね。つまりアメリカのライフというのは豊かですし、先ほど言いましたようにやっぱり楽も楽なんですね。そしてパンも食べれるようになった、飽食もできるようになった。つまり中橋さんが言ったように、自分が好きなものを腹いっぱい食べるようになったことも事実ですね。そういうような達成の上で、やっぱりそういう、先ほどから豊田さんもおっしゃってるようにですね、エネルギーだけを野放図に使うような生活という、アメリカのライフというものが、それによってアメリカは発展しましたけども、それを私どもがまたこれから続けていくかどうかというのは、非常に、まあ、いわば岐路に立っていると思うんですね。ただし私はもう何も言う資格はありません。というのは、こういう社会を作ってきた世代の一人だからです。で、もう少し言いますから、あとは藤原さんよろしくお願いいたします。そういうふうに言われます。もう天室さんにはあと 何十年も長生きしてほしいんですけれども、やっぱりそのアメリカの英語ライフということで言えば、またナチの問題に帰って恐縮ですけど、やはり、その冷蔵庫、フォルクスワーゲンですね、フォルクスワーゲンというのはやっぱり、ナチスはフォードに憧れて作ったわけです。それはヒトラーがポルシェに命じてですね、フォルクスワーゲンというその大衆車、安い生産ラインで作るようなものを、アメリカの消費社会というものをドイツでも実現するんだという形でできているというのもあります。それからアメリカ第二次世界大戦入るまで、かなりアメリカのお金がナチスに流れています。それは先ほど言ったフォードもそうですし、 GE もそうですけれども、だからそういう意味では、そのアメリカの世紀と言われる20世紀というのの鬼っ子というのがやっぱりナチズムだったというふうに考えれば、ナチスの歴史を知るということは結構私たちが今生きている世界、社会というものの、その背景を知ることであるんだなということを、今山本さんのお話を聞きながら思いました。で最後に私の取りまとめだけ言いますと、今ですね、出版界というのはもうご存じのように薄っぺらな本がどんどん売れる時代なんですね。やりこうナレーティブにですね、何かこう適当にシャラシャラ喋ったものの方が OK してですね、もうじっくりとこういうふうに資料をですね、集めてきた方が売れない時代であります。で私は本当に感心しました。ずっとね、この十数年藤原さんが、資料を集めたことは知っていましたけども、これほど大量の資料をですね、集められて、そしてこれだけたくさんきちんと処理されたことに対して、私は本当に感銘を受けましたし、もう脳天衝撃を受けて、ちょっとしばらく立てなかったぐらいでありますけども、本当にですね、そういうようないい本をこれからも作ってほしいし、そういう本がですね、皆さんに読んでいただければ意味がないわけでありますから、
少しぐらいですね、その難しくても読む、それぐらいのいわば咀嚼力というものをですね、ぜひ、まあ、もちろんここにいらっしゃった方はそういう方だからこそ集まっていらっしゃるわけですけども、ぜひそういうふうな方向で本の出版にご支援いただきたいというふうに思います。これは私 の遺言であります。よろしくお願いします。よろしいですか。まあ、あんまり買ってください買ってくださいというと聞かれるという PR の戦術を踏んでしまった、あれすると何も言わない。今お二人の、藤原さんとそれから、山室さんの方から、とてもなんていうのかな、魅力的な、魅力と言ってはいけないんですが、興味深いお話をしていただいて、今度は会場の皆さんの方から何かお二人に、今の話を受けてあれば、もしもあるいはもうすでにもうその本を読んだっていうすごい前衛的な既得な方がいらっしゃればその感想でも結構ですので、何かあれば遠慮なくおっしゃってください。なんかとても面白いお話をいろいろありがとうございました。まだ全然これ読んでないからなんですけども、そちらのお話でじゃあこれからこのキッチンの行く方角っていうのをぜひお聞きしたいなと思うんですけれども、後で山本さん、僕は大丈夫です。そうですか。私、この本で考えたのが、まあ、一つだけ申し上げますと、やっぱり一家庭一台所っていうのはもうあまりにも馴染みすぎていて私たちに当たり前の風景にあるんですけれども、もっと台所って開放されてていいんじゃないかというふうに思っていて、それは例えば例えばですね、各地域のあるいは自治体の、地域のですね真ん中ぐらいに公衆食堂みたいなのがあって、そこで、まあ、誰かがフラッと寄ってきて、でみんなでこう何て言うんでしょうね、作った料理をお裾分けし合ったりできるような、なんか今みたいにですね、主婦が台所とこう向き合って、で私の旦那の心をつなぎ止めるためにっていう形でこうっていうことがこう書いてあるんです。私の何ていうかな、体験ではなくてですね、そのここでこういうふうな夫の心をつなぎ止めるための台所って話が出てくるんですけど、まあ、そういうふうなだってすごく貧しいと思ってて、もっとこう家族っていう枠組みからはみ出すような台所のあり方を模索していくことがじっくりでいいと思うので、いきなりこれから一戸建てを建てる家は台所を廃止するとかですね、そういう命令はさすがに無理だと思うんですけれども、そうじゃなくてもうちょっとこう誰もがふらっと立ち寄れるような、しかし、みんなで食べ物を作って食べて片付けられるような、そういうパブリックな開いた台所っていうものの行方っていうのを、が出てきてもいいんじゃないかなと、それがまあ一つだけですけど私の未来の台所の夢というかところですね。今少し出始めてるのはアイランド形式の家の中でですね、友人でも2人ぐらいが掃除したら、なんか来た人にみんなそこで手伝わせるみたいな、手伝わせるって、なんかいいなと思ったんですけど、それもそうですね、まず自宅から台所から革命を起こすとすればですね、やはりそういう形で作ってる人を待ってるだけじゃなくて、一緒にこう包丁握りながらね、こう話したりすればそれは、まあ、楽しくなるだろうし、できるだけ家族イコール台所っていうところからなんかグラグラっとこうはみ出るような、ね、やり方が、まあ、出てきてることは確かに出てきてると思うんですけど、もっともっとあってもいいかなと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございました。最初に藤原さんが台所を思想史から捉えるっていうことをおっしゃったと思うんですけど、この思想史っていうものを語る上でなぜ台所なのか、なぜ食なのか、なんか食だからこその魅力とか、食じゃなきゃ語れないこととか、食で語ることの価値とか、そういうことをお聞きしたいなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、一般的に思想史といいますとですね、例えば誰でもいいんですが、ハーバーマスとかカントとかヘーゲルとか、そういう立派な哲学者なり思想家なり その思想というものを私もさっぱっと思い浮かべますし、皆さんもそういうふうにお考えだと思うんですけど、僕が考えたい思想史っていうのはちょっとずれていて、あれ思想史というか思想と言ってもいいかもしれない、ちょっとずれていて、なんか
どんなに抽象的な言葉でもいいんですけど、その言葉を使った時にすごく具体的な日常のイメージが浮かぶような言葉じゃないとやっぱり僕は思想じゃないというふうに考えていて、それもっともっと大胆に言ってしまうなら、やっぱりこう空腹というかお腹の胃袋の問題とからかけ離れてしまった思想っていうのは思想じゃないというふうに考えているかことがある。で、例えば、まあ、それだったら、まあ、有名な思想から例えばニーチェなんかも、その人類というのは台所をこれだけ軽視したから発展がこんなに進んでないんだっていうことを、どれだったっけちょっと忘れましたけど、この本には書いてありますけど言っていて、で、その、まあ、そういうことはちらほらとそのいわゆる地蔵史の中でも書かれてはあると思うんですけれども、例えばこういう食とか台所というものがいわば人間の生きていく上での生命のですね基本的な部分である。で、まあ、難しい言葉で言えばこういうのは経済学の用語で再生産っていう、つまり新しい労働力を生み出して労働力者を市場に送り出す、あるいは新しい子供を作って新しい労働力を作り出すという意味で再生産様式の話として多分地層史の中に組み込まれていくんですけれども、まあ、そういうふうではなくってもっとこう具体的な日常の中から言葉を紡ぎ出して、まあ、考えていきたいなというのが私の狙いなんですね。どう思われたかと思想史の専門家です。いやいや、私はだから個人の思想を並べたらね、そんな思想史になると全然思ってないですね。もちろんそれはだから予想の中からその社会的背景とか関連とか全部しなきゃいけないわけで、結局だから私どもが空間の思想史と一生懸命空間の最新というのをやろうとしたことは、その自分たちが生きている空間というものがある種のその思想的なある種の環境を作ったわけですね。そういう思想的環境の中からじゃあどういうものが生まれてくるのか、その違いがどういうものを生み出すのかって話なんですね。で、先ほどちょっと大学の話が出ましたので、私も本当にちょうど60年代に流行った話で言いますとですね、結局その日本がなぜその個人主義が発展しないのかっていう話がずっとあったわけですね。それなぜかというと、それはそのヨーロッパには個室があるからだと、台所の種類が個室があるからだったわけですね。で、その日本に個室がないからだということで、みんなあれから家に帰るときは個室を作ったわけですね、子供のためにね。で、しかし僕はその時にですね、実は、まあ、非常に反論したかったことが一つあってですね、日本ではですね、つまり食事なんか全部まあ、お台所だそうなんですけども、つまり台所所っていうのは実はもともと食事を載せる台のことなんですね。で、これは全部個人が全が決まっておりまして、個人なんですね。そしてもちろん日本の場合にはお皿も茶碗もお箸も全部これは全部個人のものでしょ。ヨーロッパの人は全部適当に使ってるんですね。あれ集団主義でしょ。僕は日本の方がよっぽど個人主義的だって言ったんですよね。そういうことをアメリカで論争したことあるんですけども、で、同時にですね、その日本の場合はですね、柔道にしろ剣道にしろ全部これ個人でやってるんだと、お前ら全部集団しかやらないじゃないかって言ったんですけども、まあ、そんな話は別といたしましてですね、そういうような、まあ、ある種のだからそういうものを決めてくるものが空間ではないかですね、そういうこともあるわけですね。それがどこまで効いてるのか分かりません。だからそういうようなものを作っていく。で、日本の場合もですね、実は講談なんかやろうとしたことは大臣分離ですね、つまり台所と寝るところを分離しようとしたわけですね。そういう思想がどういうふうにして日本私どものいわば考え方を変えてきたのかということですね。つまりだから本当にそのカップラーメン、つまり個人個室があるから個人主義が生まれたのかどうかということも本当は考えなきゃいけないわけですね。単純に言うわけじゃなくて、だからそういうような自分たちが置かれている空間の中にやっぱどうか、もっと広く言えば忘れてするほど風土なんかもありますけども、そういった社会環境や自然環境と中にある。で、藤田の中にもありますけども、いわゆる結局食というものはですね、自然と人間のいわば相互作用ですよね。土から生まれてくるものを食べて自分たちが排泄していくというこういう相互作用ですね。そういうような相互作用の中にあるというものの中に人間が置くというのはやっぱり食なんですよ、台所なんですね。つまりそういうものによって自然とつながっていく、そしてその中における空間というのが台所だとするならば、そこにおいて人間は何を考え、どうして自然を考え、どのように社会を考えるのかとですね。だから置かれていることは決して台所の空間だけじゃなくて、その台所の空間が置かれている社会は何なのか、その台所が置かれている世界は何なのかということですね。だからナチスの問題でありますけど、それが明らかにこれアメリカの影響であったということも書かれてくるわけですね。そういうふうにですね、その空間を超えていくためにはですね、ある種の設定を置かなきゃいけませんから、だから台所の台所を置く。
というような形で、まあ、物事を考えていくことも大事だと思います。ですから先ほどの質問でありますけれども、まあ、私はまああのそろそろ介護施設に入るとですね、おそらくみんな手伝いしてみんなこう集団で作ったものを食べるようになりますから、ゆうさんの言った通りのことになるんですけども、あのそれがいいかどうかちょっとよく分かりませんが、あのそれだったらこう自分で一人で作って死んだ方がいいと思いますけども、まあ、それは別としてですね、もう一つあのちょっと今日紹介できなかったので最後に申し上げますけども、あのそういったですね、食女性のいわば進出とそれから食というものがどういうふうにかかっているというのは決してナチだけの問題ではなくてですね、アメリカの場合でもこういうふうに実はいっぱいあるわけですね。そのそのキッチンというものがその勝利の価値だということですね。それからこちら側は何かというとですね、全部その家事をしているような絵なんですけども、それが全部武器を作るような絵ですね。でこういうようないわばそのポスターがそのドイツだけでなく出るわけですね。でそれから例えばこれはそうですけども、もう見てわかるようにですね、そのチャーチルとですね、それからそのヒトラーと比べてですね、職をですね、その大事しなかったら明日はこういうふうになりますよって話になるんですね。でこれちょっとあの翻訳おかしいんですけども、その鉄を制服されるのは嫌だったらですね、その結局もっと職を大事しましょう、職を大事しないで鉄を作りましょうって話なんですね。でこういうようなものがですから、一方出てくれば同じように他方でも出てくるんですね。ですからナチの問題だけではないんです、決して。だからナチがやったことによって今度は逆に今度はさまざまな国がそれに対抗するための同じような思想が生まれてくるんですね。だから藤原さんのこの研究はナチの研究でありますけども、それが実は次の段階でこういうことを生むということなんですね。こういうのをいわばその一つのあれになっていると思います。よろしいでしょうか、質問。はい、他に何か、あの我々こうつい驚かされてしまうってことがあると思いますけど、例えばスカイツリーができたら、ああ行ってみたいなとか、スマホが出たら買ってみたいなとか思ってしまうわけですけれども、その藤原先生の話の中で、そのヒットラーなり、あるいは資本活動によってこう時代をこう動かしていくようなものがあると思うんですが、そういったものをこうどうやってこう見分けるのか、この本の中で特にそういうことで、ここはこうやって発見したんだよというのが、もし見分ける方法ですか。はい、教えていただきます。言わない方がいいんですか。難しいご質問ですけど、いや、どういうふうにこの本に答えは書いてあるとは思いませんけども、読んでいただいたら、ひょっとしたら何かヒントみたいなのがあるかもしれない、知れないんですけれどもね、何かありますかね。私はあの、まあ、今日は藤原さんの話なので藤原さんにやってもらいたいんですけど、実は非常に何か印象に残っている一つの書簡があるんですね。それはアインシュタインがあのフロイトの手紙なんですね。これはあのちょうど亡命する1903年アメリカに亡命する前提に書いた手紙なんですけども、でドイツを見ながらですね、なぜですね、少数の人たちがですね、こんなおびただしい数の国民を動かしてですね、自分たちの欲望のですね、の道具にすることができるのかというふうにフロイトに聞くわけですね。でもフロイトは答えられないわけですね。でも私はですね、やっぱり問題の立て方が本当は間違ったんじゃない、方向性が間違ったんじゃないかと思うんですね。なぜおびただしい数のですね、国民の欲望の対象となるものを少数の人が捕まえて提供できたのかですね。なぜ少数の人だけがこんな風に社会を動かせるというふうに思ったのか、そしてそれがみんなの夢になってしまったのかということですね。だからあのそういう意味で言うとですね、ちょうどフロイトはその当時に集団心理学なんか書くんですけども、そのマス社会におけるですね、人々のやっぱ思考性のようなものをどういうふうに捉えていくのかっていうのは、私は今でも答えがないと思います。ですからあなたのご質問に対して私は誰も答えられないんだと思うんですね。だからそれは結局自分がどうやって自分の欲望と思っているものが自分の欲望で本当はないのかどうか見極めるしかないと思うんですね。ですから先ほど言いましたそのバイナーズで言ったことはですね、誰かに誘導された結果ではなくて、あたかも自分自身が選択しているように思わせること、そういうふうに社会が動いてきたとですね、それを見極めるのは実はもう心理学でもできないということでしょ、基本的には。だからそれは自分でやるしかないんですね。非常に無責任な言い方ですけども、私もずっと踊らせてきた人間の一人ですから、何もだって原子力はあんなもんだと一つも疑ったことなかったんですよね。そういうものがだからその出てきた後にですね、批判をパッと垂れ流すよりは、まず自分がなぜ騙されたのかということを考えたいと、ずっと1年間今私は思っています。
でこの本もそういう形でですね、なぜ自分がそう思うのかっていうことを考える本当に私は全然なると思います。そうですね、だから受け身系で語るか能動系で語るかっていうのは本当に最後まで決定できなくて、基本的に自分はもう生かされやらされ選ばされて生きてるんじゃないかっていう思うんですけども、やっぱり私も答えもほとんど山田さんと同じですが、やっぱり考え続けることというか、常に自分がそうやっていることに対して絶えず問うこと、そういうことからしか始まらないなと。どうでしょうか、他に何かあればどうぞ遠慮なく。ドイツでは朝ごはんも夕ごはんも基本的に料理はしないですよね。あの冷たいものばかりですよね。それはとても女性にとってあの楽ですね。日本は3食作らなきゃいけませんから、で昼間だけ作りますけども、あの最近の生活形態から言って働く女性が多いから昼間も作らない人も結構いますと、台所はあまり使ってないんじゃないかななんていうふうに思うんですが、それがどうかということと、それから先ほどあのその夜と昼、あ夜と朝を作らないという食生活っていうのはいつぐらいからあるものなんでしょうか。それはあの作らないっていうことはないんですけれども、基本的におっしゃったようにドイツの基本的なパターンは夜はカルテセッセンといって冷菜、つまり冷蔵庫から取り出してきてチーズとパンとハムとで果物で一切火は使わない。なぜかというとそれで火を出すことによって台所が汚れてしまうし、お母さんがいろいろ疲れてしまうので、そういうことはしない で昼をメインディッシュにするんですね。でおっしゃったようにメインディッシュにするんですが、最近やはり女性も働くようになったので2つパターンがあって、1つは、まあ、ドイツの場合は日本よりもよっぽどこう時間を自由に、職業の時間を自由に選べるので、昼ご飯の時にお母さんが帰ってくる、で料理をして子供たちに食べさせて、子供も給食っていうよりはむしろ家に帰ってきて食べることが多いので、そういう形でなんとかご飯を食べて、お父さんはどっかで食べてもらう、あれもそれもなければもう全員外食でなんとか乗り切るっていう形があの出てきています。それで、で、まあ、ですからその日本とドイツを比べるとやっぱりドイツの方が圧倒的に火を使う回数は少ないし、で今後も多分その台所、ドイツは台所が美しいということで有名なんですけど、あの火を使うよりは綺麗さを保つということに情熱をかけるあの国家だと、まあ、よく言われているので、ですから、まあ、あのそういう意味ではちょっと今後むしろ私も注目していきたいところだなと思って。そういう食生活というのは朝と夜カルテ先生というのはあれは昔からある、少なくともそのシステムキッチンが出てきたぐらいから、あるいは冷蔵庫が根付くぐらいからは出てきているものだと。じゃあ宣伝を作ってたんですか。ちゃんと火を焚いて作ってます。はい、ありがとうございます。どうも多かったです。ありがとうございました。最初の質問にあのキッチンの未来はあのキッチンは これからどのような方向に向かうのかっていう話があって、であの講習でみんなで共用するようなキッチンっていうのをあの先生が今提示されてたんですけど、私はあの田舎の出身なので、あの葬式とかの時に結構あの近所の人が来て共同でキッチンを使うっていうような経験を自分自身も子供として見ているんですけど、それはあのすごく保守的な安定感の印象がありまして、であのなんていうかその開かれたキッチンっていうのはある意味保守にまた戻るっていうことなのか、それともまた保守以上の可能性っていうのがあるのか、その点についてお伺いしたいと思います。やはりその例えばまさに田舎の方 あのお葬式の時のキッチンの状況っていうのは、やっぱり都会から来た人は嫌がります。圧倒的にそういう話をいろんな人からよく聞きます。やっぱりどかどかと土足で踏みにじられるような、しかも台所っていうのは基本的に皆さんもご体験あると思うんですけれども、あの癖がついてるのでその人の使ういじられたくないんですよ。特に旦那にいじられるのが一番ムカつくパターンが多いらしいんですが、だからそういう意味ではやっぱりあのできるだけ保存しておきたいということで、まあ、そう考えると確かにそういう昔のですね
村社会の象徴として開かれた台所っていうのがあると思うんですけど、今もう一回やっぱりそのなんていうかな、見直す時が来てる。つまり今もうバラバラになっているような、例えば 都会のど真ん中とかいうですね、バラバラになっているような社会で、じゃあ公衆食堂置いてみましょう、あるいは公衆キッチン置いてみたら全然面白いこと起こるんじゃないかっていうのをむしろ私は思っていて、保守に戻るどころか、むしろなんていうかな、次の時代のなんか新しい食の形態が出てくるんじゃないかっていうのをちょっと考えてるんですね。ですから必ずしもその保守に戻るような 方向だけを見てるわけではない。よろしいですか。そろそろ時間なんですけれども、よろしいでしょうか。あ、はいはいはい、じゃあありがとうございました。今の本屋さんにはいろんなところで、すごくいろんな人が、今までは料理家さんや奥さんだけが料理というのを提供していたのが、今も一般の方や主婦の方も料理というのを提案したり、レシピ本を書いたりしていらっしゃると思うんですね。ですので今のこの台所に親しもう、どんどんみんな作ろうというような、この今の空気がどのようにお考えにられるかというのを伺いたいなと思います。はい、そういう意味ではいろんな人が台所に関心を持っているというのはすごくいいことだというふうに思っているんですが、ただここでやっぱり山室さんの先ほど話ではないですけれども、なんて言うんでしょうね、上からですね、さあ皆さん台所を重視して台所にみんなもっと関心を持ちましょうという形でわーっと持っていくっていうのもやっぱり困るというか、そうじゃなくてやっぱり自分だけの、自分が考えた台所、自分たちが好きな人と考えていく台所、食の空間というものをやっぱり探していかなくちゃいけなくて、それはやっぱり例えば食育という形でですね、いろいろなそのパッケージが作られて、教育パッケージが作られて、それでその食のあり方っていうのを考えさせられている状況はあるんですけれども、もちろんそういうのもきっかけにはなるんですけれども、もっとこうその選ばされない食の形態、主体的なものっていうのが、そういうおっしゃったようなものだけじゃなくって、まさにこう書物とかを通さないそういう台所の空間でできるんじゃないかなということは考えています、はい、よろしいでしょうか。あ、本当に最後でお願いします。先ほどどなたかが向こうのドイツ その食のことですか、その1年だけちょっとドイツ行ったことがあるんですけども、私が夕食作ってるとなんか周りでこうなんか散歩してらっしゃる方がいて、なんで日本人の私はこんな忙しい思いしなきゃならないのかとかちょっと思ったことがあったんですね。で和洋中華日本の女性は作りますし、夜にあったかいものを出さなかったらもう家のものが容赦しないという、なんか日本の女性ってなんでこんなに忙しい思いをさせられて、これ食文化と言われたらあれですけど、随分これで縛られてるなと。でもだからといってやっぱりドイツのような食事は多分私は耐えられない、ドイツ人はよく耐えられるなと、この違いが一体どこから来たんだろうとか、あと多分学校給食の影響じゃないかとかですね、いろいろ考えたんですけど、これ、まあ、今食育なんてこともありますので、これ以上なんか手を抜くっていうことが、まあ、周りから非常な非難の目で見られる感じがして、なんか日本の女性の置かれてるその食のあれって食文化、これ食育とかいうことで、これやっぱり重責というか意外と辛いのではないかと今ちょっと思ってしまったんですけど、だからやっぱりいや確かに私の数少ないドイツ体験からしても、日本 その主婦の置かれている状況っていうのは要求高いですね、要求度高すぎる。だからそういう意味でやっぱり私がその一つの性が台所に縛られてしまう状況っていう事態を崩していきたいというか、そのじゃあその要求の高いのを一人で作るか大変であって、それを交代交代で例えばその家族の人、あるいは家族以外の人が入っていくっていう意味で、その公衆食堂 の可能性みたいなのを考えているので、だから要求がその、うん、一つのところに集中していくこと自体を疑っていかなきゃいけないんじゃないかな。だからそのお母さんは忙しくなるばかり、特に日本の場合っていうことがあるんじゃないかなと思って、ちょっとうまく答えられないですけど、はい、じゃあもう本当に時間がありませんので、これで今日はお忙しいところ本当に遅くまでお付き合いくださってありがとうございました。で、私はこの藤原さんとはもう15年ぐらいお付き合いが、ちょっと私の方がちょっとというか、まあちょっと先輩なんですが、彼はずっと昔からこういう感じで、ガツガツと勉強してガツガツとよく食べる人だったんですが、今回
こういうふうに仕事を初めて、仕事では初めてやられていただいて、こういう、私はこれは、なんていうか、冗談ではなくて、本当にすごい、いい本を彼は、今回書いたなと思って、まあ、改めて藤原さんを、こう、若い友人として尊敬しております。それと、今日山室さんは、この藤原さんとトークするという、この2時間だけのために京都から、わざわざ来てくださったんですね。で、この、本当にもうこのお二人のこの、髪より少し厚いぐらいの関係という、人情の関係というのに、私は改めてこう、もう頭が下がる思いです。もう一度申し訳ありませんが、藤原さんと山村さんに拍手をお願いできます。だから本日は本当にありがとうございました。くれぐれも気をつけて、お帰りください。純駆動の皆さんもどうもありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。それから、PR するわけではないですが、そこで本販売しておりますので、よろしければお買い求めください。ありがとうございました。まあ、こうやってまいりました。事務課研究所といっても、まあ、お分かりになるかもしれませんけれども、今西欽さんとかですね、桑原武夫さんなんかいらっしゃいまして、その当時はですね、事務科研究所というのはですね、まあ、例えば今の今西欽さんというのは自然科学、自然学を提唱した人ですけれども、いろいろなと探検なんかも行くわけで、つまりその非常に団結が強いわけですね。ですから、その団結は鉄より固く、しかし非常に研究の場ではですね、非常にこうお互いでやり合って、あんまりこう個人的に親しくないというか、喧嘩ばっかりしているところなので、団結は鉄より固く、人情は紙より薄いって言われるところなんですけども、私どもの班はですね、人情は豆腐より脆いんで、団結は豆腐より脆いんですけども、まあ、人情は紙より紙1枚程度厚いだろうということを示すために私がやってきたわけです。でそれとですね、またもう一つは、私は実はこの本をですね、ナチのキッチンというタイトルで最初に書いた時に、じゃあこれに対して、まあ、大政翼賛会の台所とかなんか考えるのかなと思っていろいろ考えたんですけども、ちょっとしょうもないですね、大政翼賛会の台所では。まあそれもありまして、今日はですね、できるだけ、まあ少し話を広げて、まあ、これ実は藤原さんの本の、まあ、テーマでもあるんですけども、ナチスというものが決してナチスというドイツのあの時代の戦艦機だけの特徴ではなかったんだ、非常に広い世界的な視野の中で生まれたものだということを実は本に書いてます。実はですね、今日一番困っているのは、今日本が出たばかりなので、私が一番面白いですよって言ってしまったら本が売れなくなってしまうわけですね。ですから面白いところを全部避けながら喋りますから、私が喋ったところ以外が絶対面白いなというふうに思ってで、そういうような話をしたいと思います。で、私はですね、空間最新班で、まあ藤原さんは台所の方にいらっしゃいましたが、私はこの本にも出てきますけども、ラッツェルという人のレーベンスラームということの、その生存空間ですね。で、それが時代にですね、チェーレンとかハースオファーなんかによって、実は帝国を作っていくような、実は、まあ、地理学に使われていくわけですけども、藤原さんはむしろもっと日常的に空間を考え直すという方向で、まあ、この本を書かれたということで、大変に面白く思っています。で、まあ、話をですね、どんどん広げていってもしょうがないんですけども、まず、なんかこの案内にはですね、その、同じ時期の日本がどうであったかということを調べるということになっているんですが、私は、まあ、その時期のことを実はあまり今日は喋ってもしょうがないなと思っているんです。というのは、実はこの上の体験から来るこのナチスの台所というものですね、体験が実は日本に比較した時どこかといえば、実は第二次大戦なんですね。第二次大戦では非常に、まあ、そのドイツは飢えという経験をする。この飢餓という体験、76万人死ぬわけですけども、この飢餓の体験というものが、なんかどんなに強かったのかということをですね、まあ、この藤原さんは、まあ、前のカブラの冬、そして、まあ、この本の中で書かれているわけでありまして、そう、あたかもですね、その簡単にナチスにみんなが行ってしまったように思われるところの背景の中に、食という非常に日常的な、つまり三度行われているものが日常的に繰り返される中で、どういうふうに起こってきたのかということになるわけですよね。で、まあ、その話を実は後で続けていきたいんですが、せっかくその案内には実は本を読む前に案内が出てましたので、私はあまりその考えてなかったんですけども、そのつまり大戦後のですね、日本の食状況というのはどういうことかというとですね、
大体その当時は日本では三大洋食ですね、これ実は明治時代からそうなんですけども、コロッケとカレーライスとそれからまあカツレツですね。でこれがまあ実は日本の三大洋食と言われたわけですね。これも実はあの明治時代のレシピなんか読んでると出てくるんですけども、これが非常にまあある意味で言うとかわいそうな話なんですけども、少なく肉を使って多く見せる料理ですね。みんなつまりコロッケにしろとんかつにしろ周りを一生懸命こう広げる、カレーライスだって肉はちょこっと入ってるんだけどいっぱいあるように見せるという、まあそれで肉食化っていうのは洋食だって言ったわけですね。それで大衆ではオムレツなんですけども、まあ、そういうふうな、それで、ご覧のようにそのコロッケの歌なんかも入るわけですね。で今日もコロッケ、明日もコロッケ、これじゃ毎日毎日コロッケコロッケって歌がありますけども、僕ら子供の頃よく聞いてて、コロッケっても安いからあの歌が流行ったと思ったら逆なんですね。実は大正時代はですね、ビフテキの方がはるかに安いんですね。ビフテキ15銭ぐらいだとコロッケ25銭ぐらいするんですよ。つまりコロッケの方が高い料理だったんですね。私先年オランダに行ってプケットっていうのを食べました。これがコロッケの先祖かと思って涙が出ましたけども、あの僕らの子供の頃は非常に安かったんですけども、大正時代は非常に高いだと思ったんですね。で、まあ、そういう洋食というものの憧れがあって、で大戦と日本食の関係で言いますと、もちろんですね、そのユーハイムの万全が入ってきたりですね、それからローマイヤーのソーセージが入ってきたり、それからリベロンのパンができたりする、それからこれもご存じだと思うんですけども、敷島パンですね。敷島パンっていうのはドイツの捕虜からまあパンを習って、まあ、そこでパンを製造するっていうような形ですね。つまり非常に変な形ですけども、ドイツのいわばその捕虜を通じてドイツの食生活が入ってきたのが実は第一次大戦後、むしろ逆に言うとですね、日本にとってはその大戦後の食生活というのはドイツのおかげによって、しかもそういうその粉とか小麦粉とか肉を使うことによって実は非常に広がっていった時代であったと思うんですね。そうなるとそれとですね、その統一の飢餓体験というのもなかなかそう比較するのもなかなか難しいということになってしまうわけでありますけども、で、あのそういうことを考えるとですね、じゃあ飢餓の方の問題がどうかという話になってくるんですね。その話にしますか。そうですね、はい、あのどうしようか、僕が喋った方がいいかしら。そうですね、ちょっと私、飢餓の話が出ましたんで、飢餓の話を少しさせていただきたいと思うんですが、この前に書いた本が、あの人文書院から出た先ほど紹介にあった、カブラの保有という本なんです。これはドイツで第一次世界大戦の時に76万人の餓死者が出た第一次大戦。これなぜかというと、イギリスが海上封鎖をして輸入食料、輸入飼料ですね、牛の餌、豚の餌というものを完全にストップしちゃう。それでドイツが飢えて、あの特に飢えたのは男性じゃなくて女性と子供だったんですが、その飢えの体験っていうものが、食料自給自足を訴えるナチズムへとつながっていくという、まあ、そういう話をさせていただいたんです。で ちなみにこの、それはしかしながらナチズムだけにつながっていくのではなくて、先ほど申しました、シュッテ・リゴツキーさんといってフランクフルトキッチンをですね、設計した女性、彼女はやはり、彼女はウィーンの出身なんですが、ウィーンっていうのは、当時、オーストリー・ハンガリー帝国、つまりハプスブルク帝国の首都だったんですけれども、そのウィーンっていうのをドイツと一緒に戦って負けましたので、非常に飢えに苦しんでいた。これは当時ウィーンにいたフロイトなんかも、日記なんかに書いているそうですけれども、その、体験をやっぱり、このシュッテ・リゴツキーさんは自分の自伝の中に書いてるんですね。で子供をですね、ウィーンの子供が非常に飢えてるので、どこでしたっけ、オランダかな、オランダの方へ汽車に乗って連れて行くと。で3日ぐらいかかるんだけど、その3日間の間にその子供たちに3日分頼るご飯持ってきてくださいということをリゴツキーさんが言うとですね、で子供たちはせいぜいリンゴ1個だったというぐらい、ウィーンがものすごく飢えていた。その中でリゴツキーさんが建築の勉強をしてシステムキッチンを作っていくときに、できるだけそのなんていうんでしょうね、いろんなものがキッチンからパッパッとすぐ取り出せるような、そういうふうなキッチンを設計していく背景がですね、何かこういうウィーン時代のそういう上の体験っていうのがあったんじゃないかということを私はこの本で書かせていただいたんですけれども、例えば日本だとこう上の体験っていうのをすごくこう第二次世界大戦の時が非常に厳しかったと思うので、それがどのようにこう戦後の
日本に影響を及ぼしているかというのをお伺いします。はい、私実は、キメラ満州国の肖像という本を書きましてですね、それ以後実は書こうと思ったのは満州国の戦後なんですね。つまりそこで国が滅びた後に一体人々がどう生きたかという話の中で、当然そこではですね、中国に残った残留の個人個人子供も含めてですね、非常に本日はですね、ちょうど本当に今日発売に なりました推薦者さんから刊行されましたナチスのキッチン刊行記念の食べることから見るファシズムというタイトルで、著者の藤原達志先生、山室真一先生に、対談という形でお話をいただこうと思っております。それでは早速ですが、先生方よろしくお願いいたします。今日はお日柄もよく、ありがとう、お運びいただいてありがとうございました。で、私、推薦者のこの本の担当をさせていただいた下平尾と申します。今日は本当にありがとうございます。それで一つだけ、私が皆さんこの、今日のメインのお二人の前に一言だけちょっとしゃしゃり出てお詫びを申し上げないといけないのは、本当はこの本、もう2週間ぐらい前に刊行する予定で頑張ってやって、仕事してたんですけれども、どうしてもいろいろと作業が遅れてしまって、今日このトークの、まさに今日この、本屋さんに搬入されたという非常に、なんていう手たらくかと自分でも思うんですが、そんなことを、払拭するような素敵な話を今日はお二人がしてくれると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。ではどうぞよろしくお願いします。ただいま紹介に預かりました藤原と申します。このようにですね、今日発売ということですので、皆さんまだ読んでおられない方が多いと思われますので、まず山室さんとお話をする前に簡単にこの本はこういうことが書いてあるということを、まとめまして、その後山室さんとお話ができればなと思っております。で、紹介なんですけれども、まずお手元にレジュメが B4 で配られていると思いますが、それに沿って簡単にお話しさせていただきたいと思います。この本はですね、台所といって皆さんすごく身近な空間である場所から歴史をもう一回捉え直そうという、で、フィールドは主にドイツなんですけれども、その、台所というものを、思想史として捉えて、指導史の視点からもう一回見てみよう、でその時にどういう視点を、どういう視点をがあるかといいますと、一つは労働の場所、主婦、女性が基本的に多いんですけど、その労働の空間である。でそこに出てくるのは今回の一つのテーマであるテイラー主義、できるだけ労働の無駄を省いて、機能的に体を動かすというそういうものですね、テイラー主義。それから2番目が台所っていうのは実はとてもこうエコロジカルな場所で、食べ物とかですね、生き物が死んだ生き物がのこのこやってきてですね、まな板の上に乗ってそれが刻まれて人間の口に入っているというすごくこうエコロジカルな場所だということが2つ目の視点になります。で3つ目の視点は、例えば皆さんひょっとしたら体験とかあるかもしれません、かまどによくこうお札が貼ってあったりとかする、台所に、そういう神社のですね、お札が貼ってあったりすることがあるかと思うんですけれども、昔から民族学のテーマとして信仰の場所だったと言われても、これは日本のみならずドイツでも例えばゲルマン、のその神話あるいはそういう民族信仰なんかでも、そのかまどの火というものが家なり民族の象徴として重視されて、特に家ですけれども、そういうふうな信仰の場所であった。でしかしながらその信仰というものがその火への畏怖とかですね、食べ物を食べるということに対する感覚というものがだんだんこうテイラー主義とか栄養学のビタミン信仰とかといいますけど、そういうものに変わっていくというふうな、そういう3つの視点で、今回の本を書かせていただきました。なんか喋ってるうちにどんどん喋りたくなってくるんですけど、あんまり喋るとネタバレになってしまって、あそこに積んである本が皆さんこう買うモチベーションが下がってしまうということなので、できるだけ簡単に述べますけれども、
で第1章はですね、台所空間の向上化ということで、もっぱらここでは建築家の話を書かせていただきました。でここで、はですね、重要な視点はなんで今皆さんが使っている台所、各家庭に一つある台所が各家庭に一つしかないんだろうかという、非常に当たり前の疑問というか、そういうもので、でこれどうしてかというと、私の田舎の時代の田舎に昔住んでまして、島根県の山奥に住んでた時の体験なんですけど、おじいちゃん、ひいおじいちゃんがですね、死んだ時にお葬式に小学校の時出た、そのお葬式の場所、お葬式がやっぱ家でなされるわけですけれども、その時にすごく昔の古いしきたりでですね、ここに白い幽霊がこうよくこうヒュードロドロドロってつけてるような、そういうのをつけてですね、それで土葬でおじいちゃんをですね、木の箱の中に入れてお花入れて、穴に入れるって、そういうふうやってた。でそういうふうなお葬式をするときに、私が住んでいたような、超ど田舎ですとですね、うちのひいじいちゃんが死んだとなると近所にバーッと広がるわけ で、その近所の、それ広がった瞬間におじいちゃんが、近所のですねお母さんたちがエプロンをしてバーッと押し寄せてきて、台所にツカツカツカッと上がってきて、おにぎりを作ったりお味噌汁を作ったり、もう自分の家が自分の家じゃなくなってくるんですね。そうやって人々がいろいろそのちょいを延べに来られるお客さんたちをこうもてなすよ、そういう台所、自分の台所のプライベート空間が崩壊していくような感覚っていうのがあったんですが、そういうふうな、つまり台所っていうものをみんなで共有して使うというふうな、実はそういう、試みっていうのがドイツではなされてまして、第一次大戦前に社会主義者のですね、アウグスト・ベーベルという人物とリリー・ブラウンという女性が、台所が一家族に1個あるからその女性が大変苦しむのであって、これをみんなで分担してですね、料理を交代交代にやったり、あるいは誰か、コックさんを雇ってその人にやらせたら結構女性解放されるんじゃないのっていうことで、そういう社会主義運動がなされています。そういった話をしたりですね、それからそれでもやっぱり、その第一次世界大戦後は労働、第一次世界大戦後にものすごい人々が結婚してですね、住宅不足が深刻化します。でその時に今の日本でよくある公団みたいなものが立つようになるんですが、そこで作られたキッチンというのが非常に狭い空間にできるだけ主婦が無駄な動きをしないようにこう設計されたシステムキッチン、この、名前をですねフランクフルトキッチンというふうに言うんですが、そのフランクフルトキッチンというものすごくこう壁にいっぱいこう引き出しがついてて、その引き出しに砂糖が入ってたり塩が入ってたりして、その引き出しを引くとそのまんまこのパパッとこうフライパンの上でかけられたりするっていう、とても合理的なそういうふうなキッチンが作られていたというふうな話をさせていただいて、で基本的にそういうふうな合理キッチンというのはナチ時代もほとんど変わることがなかったというふうなと書かせていただいて、じゃあ建築としては分かったけど、じゃあ道具はどうだったのかと言いますと、第2章でその道具というのも特に、ベルリンで作られた消費者センターなんとかですね、それから家事マニュアルとか企業の広告なんかを参考にして、その調理道具が機械化されていくというようなお話をさせていただきました。例えば肉を引く機械なんかがモーター化されていったりとか、それから夏時代になると後で言いますけれども、冷蔵庫が次第に出てくるように、当時アメリカは大冷蔵庫大国だったんですが、当時はそれほどでもなかったんですけれども、そういう形で、だんだん機械化されていって、そこで重要なのが、今日本で問題になっている電気で、1920年代になりますとドイツはかなりの部分が自治体中心で電気が普及していきます。でそのメッカといいますか、その中心になったのが今 EU は行って、1933年1月30日に政権を取るんですけれども、しかしそのナチスがやはりその政権を運営していく上で頼っていくのがこういうモダンな考え方であったり、そのこのキッチンのモダン化っていうものをそのままバイマル時代から引き継いでいたりという形で、その非常に二重性を持っているというイメージが私はこのままにありました。
ありがとうございます。そうなんですよね。だからちょっと私言い忘れましたけど、中吉さんがですね、飢餓体験だけであれだけ大きくなったわけじゃなくて、実は彼は62年に国際スーパーマーケット大会というのにアメリカで開かれるんですね。そこに行って実はもう全然また考え方変わるんですね。私も80年代の後半にアメリカに行きましたけども、もう本当にもうなんか野球場みたいなマーケットですよね。とにかくこんな大きなですね、そのカートを引っ張っていって、しかもこんな山盛りに持って帰ってくるわけですね。そういうような、まあ、やり方というものを、まあ、日本でもやるためには広い売り場面積を取らなきゃいけない形で、ああいう形で、まあ、店舗を拡大していくことになるわけですけども、それもだから一つのあれなんですけども、まあ、言ってみると私は、まあ、これも後でまた話になるかもしれませんけども、ある種 そのアメリカというものの、まあ、何て言いますかね、凄さと、まあ、無誤さみたいなものですね。でそういうものが、まあ、次第にこう日本の中で、まあ、形を表してきて、実は今がその一つの、まあ、最終局点起点だと私は思うんですけど、まあ、これ最後にしゃべるとして、そういうようなですねことがあったんだろうなと思いますね。同時にまた先ほど吉田さんおっしゃったみたいに、台所のモータリゼーションといいますか、そういうものを含めてやっぱりこう結局そのスーパーマーケット大事なことはですね、それまでの普通の小売屋さんでは、まあ、確かにまあ小さな冷蔵庫みたいなのがあったんですけども、結局冷凍でいっぱい大量にやってるんですね。で同時にそこで食べさせるわけですね。つまりどんなに口でいったところでうまいか悪いか、うまくないかなんかって誰も分かんないんだと。だからそこで試食というのをやらせるわけですね。で試食をしてそれでやっぱ買っていってもらうという形でやっぱ、まあ、する。でこれもですね、まあ報告の中でやったことがあるんですけども、これはもう地方によって違うかもしれませんけども、60年代まで私とりわけ九州の熊本なんですけども、牛肉なんか食べなかったんですね。豚肉か、まあ、馬肉、そして、まあ、その当時はまだ柏屋さんというのは、これは鶏肉なんですけども、柏屋さんというのは 特別に一軒別にあるわけですね。でそういう店がたくさんあって、その牛肉食べなかったんですけども、そういう牛肉もですねスーパーマーケットが広がることによって全国的に消費が上がったかというわけですね。でこれはどういうことかというと、逆に言うとですね、その、まあ、豚から、つまり鶏から豚から牛になっていけばいくほど、実はそこにかかるエネルギーといいますか、飼料の、まあ、あれは高くなるんですね。ですから普通で、穀物を食べていればですね、何百人生きられるものが結局どん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 肉食になっていくに従って食べられる数が少なくなっていくわけですね。でそういうような矛盾というのが一方で出てくるというのは、まあ、その時代だったろうなと思いますけどね。それでそういうふうに日本とドイツを比較するとですね、いろいろな違った面とか、あるいはやはり似ている面とか出てくるんですけれども、ちょっと話を変えて、その1920年代っていうのは、なんて言うんでしょうね、まあ、女性の社会的地位がすごく向上していく時代だったというふうに、まあ、言われていて、で日本のことはちょっと後で山本さんにお聞きしたいんですけど、はい、ドイツにおいてもその先ほど言いましたように男女とも選挙権を持つようになって、で、なんて言うんでしょう、髪を短く切る女性が増えている。でそれがですね、このフランクルトキッチンを作ったシュッティ・リホツキーさんという人は、当時としてはその最先端のですね、髪を短く切る女性で、写真をかなり私は結構好きなのでちょっと下広さんに無理を言ってですね、彼女の写真をかなりいっぱいかなりレイアウトに苦労させていただいたんですけど、載せさせていただいた、その何て言うんでしょうね、時代の最先端をすいません上げていただいて、彼女はですね、このフランクルトキッチンを作った後に、本当に意識的な社会主義者で、1930年になってナチスの危険を感じてですね、ソ連に渡っていろいろ都市計画に関わってきます。その後ブルノタウトという有名な建築家がいますけど、ブルノタウトがいたイスタンブールに移って、でしかしながら、すいません、なんか話があれですけど、ちょっと女性の話で、そのシュテリホツキーさんはイスタンブールにいた後、もう一回そのナチスが支配しているウィーンに、オーストリーというのはかなりナチ党が進行していくの早かったところなんですけれども、そのオーストリアのウィーンに戻ります。なぜか彼女はやっぱりナチスが許せなかった、でナチスの抵抗運動に関わってくるんです、ね、
それで、彼女はですね、そのいろいろ闇あの裏のですね、地下の組織と関わりながら、まあ、反ナチ運動をやるんですけれども、最終的に捕まって死刑判決を受けます。で、死刑判決を受けるんですけれども、あの、まあ、直前になって減刑になって45年にあのナチスが崩壊するとともに解放されるというすごい変わったあの人物なんです。このようにですね、今回私の本ではあの時代の先を行く女性というか、まあ、あのなでしこジャパンのあるような形 です、ね、今日本を救うような女性だというふうなことかなりあの安易に非常に言われてますけれども、やはりこの当時も その、まあ、それまでのなんて言うんでしょうね、ビスマルク帝国の男性的な帝国だったのが潰れることによって、そこから女性の力で女性がどんどん新しい、モダニズムに挑戦していくというような流れが、ここで、書きたかったことの、まあ、もう一つ。例えば日本でもその私よくわからないんですけど、モガとかあのいっぱい出てくるのがやっぱり20年代だと思うんですよ。この女性のどうですか。はいはい、あの女性の問題はなかなか難しくて、私が喋るのはあの問題がいるというか可能性があるんですが、あの私が親しくしていただいたですね、松田道夫さんという京都の町医者で、ああの、まあ、あのロシア史研究の書いた方なんですけど、彼が最後に書かれた岩波新書が、私は女性しか信じないという本でしたし、昨日亡くなられた新藤兼人さんも最後は自分は女性しか信じられないとおっしゃいましたけれども、でそうなってくると私はどうやって生きていいですか分かりませんが、まあ、それはそれとしてですね、確かに、まあ、男というのはしょうもないもんだなと思ってますけども、その自覚の上に申しますが、あの確かに内戦後のですね、女性の問題というのは非常に重要なんですね。で日本の場合ですと、あのエレン・ケイという人がいまして、この人は大変重要で、たくさんの翻訳がその同時にいます。恋愛というとか、いろんな、つまり結婚の問題もあるわけですけども、特に言うのは子供の世紀、女性の世紀として考えています。20世紀というものが子供と女性の世紀だというふうに考えたわけですね。でこの本がたくさん出ました。そして彼女はどうしてその家庭というものをですね大事にしたのかというとですね、やっぱ生命の自由の発展のためには家庭というものが従事してなきゃダメなんだと。それで、まあ、夫人の母性という視点、母性ですね、母性としての、まあ、いわば機能というものを持ってなければダメなんだということですね。でそこで、まあ、彼女が非常に重視したのが家庭におけるレクレーションですね。であのレクレーションというのはですね、あの私どもはそういうふうに考えているか、なんかその辺で娯楽をすることだと考えますけども、これは翻訳の間違いなんですね。あれはリクリエーションなんですね。つまり再生なんですよ。つまり新しくもう一回生まれ変わるんですね。つまり工場で働いてきてですね、とにかく非常に疲れた人が家庭でリクリエイトされて再生して、また翌朝工場に行くということなんですね。それを日本のはその当時娯楽と訳してしまったもんだから、レクレーションが全く違う意味になってしまっているわけですけども、そういうような時代であったわけですね。ですから例えば安倍総理、今話になった社会主義なんかの場合もみんなそうでありまして、子供本位のですね、やっぱ家庭を作るとかですね、婦人本位の家庭を作るんだという話をするわけですね。で日本の場合ですね、ちょうど、まあ、あの新婦人と言われるようになるわけですけども、1920年が金融の中心であるフランクフルトという都市で、その電化された都市フランクフルトという都市で、キッチンがそのフランクフルトキッチンというものがあの普及していくという、今私たちがよく知っているシステムキッチンというものができていくということになります。で第3章になりますと、今度はじゃあ道具と空間は分かったけど、じゃあ地というか台所の、まあ、学地といいますか、そういったものはどうだったのかといいますと、化成学という、まあ、皆さんもよくご存知の学問が重視されている。でこれをあの雑誌での火星年報という、まあ、学術雑誌ですが、それを見ながら考えてみました。で、ここではですね、1920年代からあのドイツでは火星学というのがあの次第にあの人々に知られるようになっていって、でまだ少なかったんですけれども、あのそれなりに大学にもあのそういう火星学をやっている研究者が増えていきます。ただ大学に火星学の専門のこう講座というか、あのそういう専門家の講座ですねができるのはナチ時代になってから、つまりナチ時代すごく火星学を重視したというのが分かりますが、でここでその火星学はその1928年から44年バイマール時代の中頃からナチ時代までどういうふうなことを言ってたかというと、基本的には1章2章で述べてきたようなテイラー主義とそれから栄養学という2つの問題を基軸に議論を展開していく。
まあ、アメリカでは当時もすでに家政学っていうのはかなり進んでいて、しかも台所に労働の無駄を排除するという家政学テーラー主義の考え方が普及していました。アメリカを一つの参照軸としてどんどんと家政学がアメリカのテーラー主義の地とか栄養学ですね、ビタミン、とりわけビタミンが重要になってくるんですけれども、食べ物を食べるときに肉ばっかり食べてるんじゃなくて野菜を食べることによってこうビタミンを補給しましょう、そういうふうな議論が頻繁に展開されています。で、続きまして第4章なんですけれども、ここでは歴史学の資料としてはなかなか使われることがなかったんですけど、レシピを資料として使わせていただきました。で、レシピっていうのをどうやって集めたかっていうと、もちろんドイツの資料館とかですね、ドイツの図書館にはレシピってほとんど置いてないですね。で、だからどうやってるかっていうと、古本屋をひたすら回っていく。で、古本屋を回っていくとですね、基本的にドイツには日本にもいると思いますけど、料理本オタクという人が必ずいるんですね。必ずっていうか、いるんですね。で、そういう人たちのためにコホブフという料理本コーナーの本棚がドイツには立派な古本屋に行くと置いてあります。で、そこに行きますとものすごいこういっぱいあって、私が見せられてびっくりしたのはゲーテのおばあさんの料理本っていうのが一回ライプツィヒでつけて、すごい高いお金だったので買えませんでしたけど、そういうふうなものを含めてですね、図書館じゃなくてそういう古本屋で集めて、レシピのこうでかかどういうふうなメニューが書かれているかっていうもののこうですね、数をメニューを数えて、どういう食材が使われているか、どういうメニューが出ているかっていうのを数えてですね、それを最後のこの本の最後の方で表にさせていただいて、あります。で、一つだけ言えば、ここで重視されていくのが菜食ですね。野菜を食べるということになります。で、とりわけ重要なのがですね、一番第4章下の一番下に書いてあるところなんですが、トーマス・マンという有名なドイツの作家がおりまして、彼がスイスのですね、サナトリウムに一回非常に彼は胃腸が悪かったので、そこに行って、でそこでごちそうになったミュースリーという、なんていうんでしょう、コーンフレークみたいな大麦を乾かしたのを潰してですね、それを牛乳かけて食べるという、そういうものですけれども、そのまさにこう、肉を取らないで、胃に優しいビタミンをしっかり取る。で、ビタミンというのは熱を加えるとかなり落ちてしまうので、熱を加えないで食べましょうという、そういうふうなレシピが出てきたりします。で、しかもそういう菜食のレシピというのはナチ時代になっていくとやはり増えていきます。肉を食べるということはその分ドイツの国内 の家畜の餌の飼料をいっぱい育てなきゃいけなくなってくるので、その分人間が食べる麦を育てる土地がなくなってしまう。だから肉食ではなくて菜食、あるいは麦パンを食べるという方向へ、ナチスは持っていくことになるんですが、それがまさにレシピの思想の中に出てくるということが分かってきます。まだ面白いこといっぱいあるんですけれども、とりあえずこれぐらいにさせていただいて、で第5章ですが、ここで予約タイトルにあるナチスっていうのを全面的に、展開してお話ししました。で、例えば、ここでのモチーフというのは、ナチスって基本的には男性中心主義の非常にマッチョな組織で、女性というのは第二の性で、男性というのは第一の性だということを言ってますけれども、その非常にマッチョな組織政治体制だったナチス時代に、じゃあ主婦は一体どうだったのか。実はナチス再生というのは女性によって支えられていたんですけれども、その女性によっても支えられていたんですが、その主婦が台所を通じてどのように動員されたのかという話をここで書かせていただきました。で、いろいろあるんですけれども、一つはアイントップといって、人鍋料理という、なんて言ったらいいんでしょうね、日本語で言うと雑炊料理というんですか、鍋にもう冷蔵庫の余り物を入れてぐつぐつやって食べるっていう、じゃがいもとかソーセージとか何でも、僕たちもドイツに来た時に結構お世話になった料理で、とても美味しい料理ですけど、ドロドロしてるんですけれども、そのアイントップって非常に安いので、それをある決まった日の時にヒトラーも食べるから皆さんも一緒に食べましょう、そういう運動をします。
で、これがアイントップの日曜日運動といって、これ大々的になされます。で、これがなぜなされるかって言ったら、先ほど言った菜食の問題と、あの野菜を食べましょうというものの話と、でもう一つがそのなんでしょう、かあの節約したお金でそれを募金をしてですね、募金をして失業者とか、当時600万人の失業者がドイツでは出てましたけれども、失業者を救済したりお母さんの保護をしたりとか、そういう福祉政策として、募金を集めるという運動を、まあ、この職を通じて女性を動員していくというふうな、そういうふうなあの試みがなされていたという話をさせていただきました。で、まあ、そのような形でですね、キッチン、台所という空間からいろいろなその問題とか、なんていうんでしょうね、その思想とか、紡ぎ出せるというふうに私はあのこの今回本を読みながら思ったんですけれども、その非常に身近にある私たちにとって普段いつも目にしているようなものと、それからナチズムという私たちから非常はるかに遠くにあるように思われる現象というのが、こういう台所の歴史を通じて見ていくことで、なんとなく実はそんなに遠くないところにある、あるいは陸続きにあるんじゃないかというふうな思いをいただきました。で、あまり時間がないのであの展開はできませんけれども、あの山室さんとのお話の中で、あのいろいろな論点を出していければというふうに思っています。簡単に感想を。はい、どうもありがとうございます。私山室と申します。本当はもっとですね、あのふさわしい方がいるのはずなんですけれども、私が来たのはいくつか理由がありますけれども、一つはあのこの後書きをご覧になって分かりますけれども、空間の最新という班をですね、自分の科学研究所でやっておりまして、その後にあの今第一世界大戦やってるんですね。で、藤原さんの本は実はその空間の最新からの、やっぱ最新というのはあの再び審査するというんですけれども、つまりこれまでですね、日本ならず、まあ、要するに世界のですね、19世紀以降の人文社会科学というものが時間軸だけをやってきたのに対して、空間というものをどう捉えるべきなのかということをやろうということでやりまして、でその後も今第二大戦やってるんですけども、でこの本のですね、まあ、あの藤原さんがお書きになる前には「かぶらの冬」という、これ人文書院から大変素晴らしい本ですけども、そういうものも書かれたこともありまして、秋川体験もありましたし、それからご存じのようにシベリアですね、シベリア黒竜があって、まあ、この本の中に出てきますけども、ライ麦パンですね、つまり黒パン、ロシアパンですけども、それをですね、その1ミリもこう違わないようにこう切って見分ける、それで殺し合いまでするっていうのはですね、そういうようなまあことを、まあ、ずっと資料を20年以上集めてるんですけど、なかなか書けないんですね。つまりそういう自分でその気が解決がないもんですから、うん、そういうものをですね、こう本当にこう表せるかどうかっていうのをずっと悩んでて、でまあ、そういう中で藤原さんとも実は一緒にやりました60年代の研究っていうのをやった中で、僕いつも報告したと思うんですけども、中内勲という大英のですね、彼のことをずっと調べたことがあります。で、まあ、あのご存じのように今彼は非常に、まあ、そのある種その日本の安売り哲学というものをやっていたわけですけど、彼が実はああいうふうにやっていた原体験はやっぱり飢餓体験なんですね。で彼は、まあ、あの尊党のリエンガというところで実はまあその飢餓体験をするわけですけども、あそこは消耗率 85%、 つまり100人のうち85人は全部飢餓で死ぬんですね。でそういうようなところにいてですね、中内さんがどういう体験をしたかというと、結局とにかく彼は突っ込んでいくんですけども、これ食事の前の人にちょっとごめんなさい、あの言っちゃいけないことかもしれませんが、要するに爆弾を受けるわけですね。そしてまあガーッとやけどしたりするわけですけども、その時彼はですね、天皇陛下万歳とも言わなければお母さんとも言わないですね。で薄れていく記憶の中で何を思ったかというと、ああすき焼きが食べたいと思ったんですね。つまりそういうその死ぬ前でも何かこう飢餓っていうものはですね、その肉の焦げる匂いがすき焼きに思えるというのが一つあるというようなことがあったんですね。それが同時にまあ先ほど言った85%ぐらいが飢餓が出て死んでいくわけですから、彼は毎日毎日怯えてしょうがないですね。つまりいつ彼が隣にいる兵士が自分を殺して食べるかわからないという恐怖感ですね。で彼の一生を通じているあの徹底的な人間不信ですね。つまり自分以外は信じられないというのはそこから来るわけですけども、3番目にですね、実は彼のもう一つ重要な体験は、そのある日偵察に行ってですね、そのもちろんもうアメリカ軍がこう来てやってるわけですけども、何してるかというとですね、飛行機のガソリンを見てですね、それでまあ発動機を起こしてアイスクリームを食べてるんですね。
で、そのご存じのようにガソリンの一滴ガチの一滴という本あの言葉がありますけど、これ日本が作ったんじゃないですかね、これはの私の宣伝で言いますけど、人文書院の複合戦争とっていう本の中で私書いておりますけども、実はクレマンソーという人がですね、クレマンソーというフランスの大統領が、エッシュという大統領がその、ウィルソンに当ててですね、ガソリンの一滴ガチの一滴だからくださいということを今言ったわけですね。その言葉が日本でまたそういうふうに使われたわけですけども、で、そんな風にして自分たちはやって生きているのに、彼らはですね、暑いからといってガソリンをふんだんに使ってアイスクリームを食べていると、こんな理不尽な戦争があるか、この戦争はもう負けだというのを思ったってですね。でそれで帰ってきて、まあ、彼はですね、そのやっぱその物量、つまり日本軍のロジスティックというものが非常に実は補給ですね、兵站補給というのが悪かったことが、実はああいうこと戦争を生んだんだ、悲劇を生んだんだ、だから自分はこういうそういうものになるようなものを作りたい、そのためにはどうすればいいかというとですね、そのいわゆるその製造業者がいわば支配しているような流通システムではなくて、その食べる、つまり消費者の側が実は支配価格を設定するようなことをやるべきだということをやるわけですね。で、どのようにその、まあ、これも実はもう時代が過ぎたなと思うんですけども、ご存じのようにもうパナソニックがですね、まあ、本社を機能も半分するようになるわけですけども、あの当時はもうパナソニックが全盛の時代ですよね。でパナソニックは全部値段を決めて販売するんですね。でそれに対して彼はその反抗してそういう安売りをするというですね。でこれも実は非常によく覚えてるんですけども、私当時1970年の12月に東京にいましたけども、でその時何があったかというと、実は三島由紀夫が一応あのベランダで、こんな風にですね、精神が破壊した日本でいいのかということを、まあ、喋ってる、まあ、それはテレビで見てもですが何も聞こえないんですけども、でそのテレビ番組の後に何があったかというとですね、実は赤羽の大英でですね、その抽選をしてですね、5万円台のカラーテレビを売ったんですね。でそこにみんな並んでてガラガラ回してですね、その買えるようにしてるんですね。でそういうような時代があった70年代ですけども、でまず楽しみは別としていて、でじゃあそういうふうに中吉さんは何を考えたかというとね、そうして結局このように57年、ちょうどこれはまあもはや戦後が終わったと言われてから2、3年経った時代ですけども、大英主婦の店大英薬局1号店っていうのを、まあ、大阪に作ったんですね。でこれも実は、まあ、ある意味で言うと今日今度の藤原さんの本の中の、まあ、味噌になってる主婦という概念なんですけども、まあ言っちゃ悪いけども、大阪のおばちゃんがいっぱい今のところに主婦の店なんて言ってもあんまり誰もピンとこないはずだったんですけども、そういうふうな概念を植えることによってですね、自分たちが賢い消費者だってことをいわば考えるべきだってことを考えたんですね。で彼は消費革命と、まあ、ちょうどあの時期はラルフ・ネーダーなんかも出ておりまして、消費者の方が非常にも強くなる時期だったんですけども、そういうようなやっぱ活動をする中で安売り哲学をやってですね、まあ、彼の本の中でタイトルが安売り哲学っていうんですけども、彼が目指したことは腹いっぱい好きなものを自由に食べる社会を作りたいと思ったんですね。そのために大英をどん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 拡張していく。でしかしもう無理になことは分かってるけどやらざるを得ないんですね。そして住民運動の反対が起こるんですけども、その住民運動が反対を起こった時にですね、結局、まあ、あるインタビュアーが言った時にですね、住民運動がたくさんあんなにいるんだと、あんなに反対してるんですけどあれに勝てますかって言ったら勝てるって言ったんですね。住民運動は多数だけども、私の方は一人だったわけですね。住民運動はそのうちバラバラにばらけていくと。一人だったらずれないんですね。で、この言葉をですね、彼は主義独裁、つまり大英における主義独裁ですね。いろんなこと、主義ですね。衆議院の主義ですね。主義独裁なんです。で、これをですね、集めてきて、実は、まあ、いろんな意見を聞くけども、決定するのは自分一人だと。自分一人だったら絶対に、まあ、その割れないとですね。私大衆運動は必ず割れるというふうに彼は考えた。でその言葉なんですけども、その主義独裁という言葉のそのですね、その独を党、統立、統合の党ですね、あるいは、まあ、統一の党で主義統裁という言葉に変えると、これ何かというとヒトラーですね。ヒトラーの概念は主義統裁なんです。そしてその主義ヒトラーの概念を満州国の共和会も使って、そして同時にまた今度はそれが今度は日本に入ってきて、大政翼賛会も実は主義と統裁だったんですね。つまりいろんな話は聞くけども、結局最初に自分一人で決めるんだと、それなかったら話は進まないんだっていう話に今なっていくということなんですね。で、まあ、そういうふうなことを考えるとですね、まあ、ちょっとおじいちゃん、
ダジャレだけで締めますとですね、結局藤原さんの本の一つの非常のある一つのポイントは、フォルクスワーゲンが夢で終わった話なんですけども、これ以上は言いませんが、そのフォルクスワーゲンが夢で終わったということで言いますと、まあ、おじいちゃんシャレで言いますと、中橋さんがやったことは毎日がバーゲン、フォルクスバーゲンだったんですね。でそういうことをやろうとしたんだと私は思っています。まあ、以上です。だからその、はい、なんて言うんでしょう、日本のその中内さんの、大英の中内さんが消費革命じゃなくて流通革命という形で、食をですねバーッとこう人々主婦の前に並べたっていう体験が、ドイツでは第一次大戦後にこう起こっていく。つまりドイツはやっぱり第一次大戦後のバイマール時代っていうのは非常に民主的な時代で、男女普通選挙が導入されて、これまでの帝政が潰れて、それでどんどんと新しいモダニズム、モダンな考え方が入ってきて、で例えばですね、なんて言うんでしょう、ここにも書きましたけれども、主婦の相談センターが出てきたり、あと今でいう、なんて言うんでしょう、百貨店ですね、百貨店なんかが出て、物が次第に溢れ出す。でそういうその溢れ出していく中で、しかしながらそういったものばっかりに囲まれて、生きていくのではなくて、もっと心を重視しなきゃいけない、あるいはそういうふうなものに囲まれている時に第一次世界大戦の時の飢餓をやっぱり思い出さなきゃいけない、そういうことをナチスは